예, 안녕하십니까. 예, 고니치와 미나산. 예, 저 한국에서 온 수원대학교 이원연 교수라고 합니다. 예, 한국의 수원대학교에 왔습니다. 이원연도 모십니다. 예, 지금부터 예, 생명탈의 실크로드 예, 히로시마 세미나 피폭자 역사 세미나를 시작하도록 하겠습니다. 예, 다가오면서 생명 가스각 실크로드의 생명을 시작하겠습니다. 주최자로서 말씀을 드렸고 지금부터의 사회는 김우라 고이치 목사님께 바톤을 넘기도록 하겠습니다. 시사자 투신의 아이사스와 이종이 심하시되 이마가라는 김우라 목신이 시카이 오네가이사이토모이마스. 요러시고 도우소. 皆さん こんにちは. 今紹介に 預かりました木村浩一と申します。私の仕事は牧師、もう一つは大学の神学部で教えることになっているものです。司会者ですから皆さんに挨拶をようこそ 2017年セミナー広島においでくださいました。 そうですね。私の日本語をここには幾人かの英語日本語を母国語としない人たちがおられます。またケイトさんは日本語は十分分かりですか。この私ね、私のことですね。はい、私の言葉を十分分かってくださるということですが、はい、時間の関係もありましてですね、私が 英語と日本語でやりますと、皆さんのお持ちのこの順序に従って話を進めていくにはどん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 とですね、時間がなくなりまして、最後総合討議なんかができなくなるようなことになりかねませんので、大変申し訳ありませんが、皆さん一人一人に与えられている時間があります。 Each person has some minutes to speak ですね。で、それをどうぞ守っていただきたいというのが司会者としての私裏、こういう時はですね、貧乏くじを引くわけなんですけれども、よろしくお願いいたします。そして、この順序で お話を進めていっていただきたいんですね。最初に中島哲然さんにお話をしていただき、祝辞を述べていただきたいということなんです。で、中島さんと私は個人的にも今までいろいろなお付き合いがあって、付き合いだけじゃなくて一緒にいろんな仕事をしてきた中なんですが、妙通寺の 住職様でいらっしゃいます。で、妙通寺というのはですね、この国宝なんですよね、建物はね。国宝なんですけれども、中島さんの今までのですね、働きというのは、その国宝というよりも民衆の 宝になってるんですね。ピーポーズトレジャー、それになってる。で、そういう中島さんにですね、祝辞をいただくことは私たちの大変大きな名誉でございます。じゃあ先生、どうぞ、こちらでよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。今日のこの機会を与えられたことを非常に光栄であります。時間を守りたいと思いますが、皆さんにこの紙、ペーパー1枚がいってると思います。この一番最初のこのイラストですね、これにちょっと目を凝らしてください。これにもちょっと説明しておりますが、
これは原爆被爆者が描かれた絵です。 1977年に 原爆被爆者だけによって描かれた画集が出ました。 その一番最後のページに出ていた絵なんですね。 非常にシンプルな絵ですけども、 真っ暗な暗闇の背景のもとに、 この小さな男の子が描かれて、 下にちょっと注釈があるんですけど、 これを描いた被爆者はですね、 男の幼児が門にすがって泣いている、 声をかけて触ってみると彼は死んでいたという、 たったそれだけのコメントが書かれています。 この広島の地で1945年8月6日、 広島長崎含めて65万の犠牲者が出たと言われています。 その中に在日朝鮮人の皆さんの被爆者の数が入ってるかどうかは、 ちょっと正確に私まだ考えてませんが、 とにかくそれだけの被爆者、 その中の一人の犠牲者だったと私は思っています。 ちょうどこの幼児の年頃に私はこの絵と出くわした時、 晩婚だったもんですから、 男の子一人、同じ年齢のものを授かってたんです。 胸が張り裂ける思いでした。 で、この男の子に、 死をもたらした原爆、またその原爆の投下を広島や長崎に招くに至った日本の近代の歴史というものがどういうものであったのかっていうことをですね、この絵と私はずっと対話し続けてまいりました。この真っ暗な漆黒の闇の中に原爆被爆者、この絵を描いた人は何人も 言ってませんけれども、この漆黒の闇の中に原爆をもたらした歴史の正体というものは何だったのか、そういうことをずっと考え続けてまいりました。1853年、日本に黒船がやってきて以降、日本は欧米に追いつき追い越せの歴史であって、アジアを切り捨ててきました。それどころか侵略を 行ってきた、そういう歴史がありますね。そういうものを私はこの暗闇の中に見ざるを得ませんでした。と同時に今日は生命奪還シルクロードという、そのスタートにあたっての記念すべき日でもあります。この暗闇の中には、 近代の正体だけでなしに、日本が忘れてしまった歴史の忘却というものがこの暗闇の中に塗り込められていたと思います。長い長いシルクロードの歴史、インド、シルクロード、中国、朝鮮半島を経て、日本に、私のふるさと若狭は、その海のシルクロードの入り口でもあったわけですね。その歴史を 日本の近代を忘れ去ってきたんではないかと思えてならないわけです。そしてその歴史の中の核心の部分に、私たちの仏教、ブッダの教えというものがあったわけです。で、生命脱核シルクロードの記念すべきスタートの日にあたって、私はそのシルクロードの核心の部分の仏教、ブッダの教えをですね、もう一度皆さんに思い起こしていただき、 確認していただきたいと思います。それがこの最後に記している言葉なんですけど、私の下手くそな、これはメソジストの女性の牧師さんに通訳してもらって、私なりに皆さんに紹介してきた英語なんですけどね。 All living things should be happy, serene, and comfortable かな。ちょっとわからないです。 Anything alive, scared or bored, long, big, middle size or short, micro or macro, visible or invisible, living far off or nearby, already born or will be born, All living things should be happy.
ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、その次は、韓国語で簡単に。あ、簡単。あ、いえいえ、제가 한국말로 말씀하신 내용을 간단하게 말씀드리겠습니다. 여기 그림이 있잖아요. 이 그림이 오늘 그림 잡지에서 본 건데요. 이 아이가 그 서서 울고 있었대요. 근데 가까이 가서 만졌더니 춥고 있었다고 그런다. 그것이 그 피폭자의 상징이고, 그런 거를 저 불교자로서 생각할 때 이번 계획이 생명 다래치의 구도라는 거는 불교 진심을 넘어와서, 근데 그 불교의 가르침을 제가 가르치고 있는데, 거기에 있는 가장 중요한 내용이 모든 살고 있는 동물이나 모든 것이 행복해야 된다. 근데 그걸 가장 중요한 내용이라고 말씀하신 겁니다. 그 간단하게 요지를 말씀드리면 그렇게 됩니다. 예, 감사합니다. 재산. 네, 감사합니다. 뭐 이션이 있지 않죠. 그렇습니다. 재산의 아이산. 축지 때 나왔대 맞습니다. 예, 그래서 내 번역. 아, 그래 번역 쓰는 것입니다. 아, 와かりました. 아, 도모. 네, その次は 아, 소연탁さん ですね. He's a Confucian scholar and from Korea. So, please come forward. よろしくお願いします。じゃあ、小さな。あ、そこにありません。じゃあ、ちょっとごめんなさい。私、司会者として全くそういうことに。皆さん、何て言うんでしょう。このブックレットの10ページです。そこのそこに総四択さんの祝辞が印刷されています。どうぞ日本語での方は日本語でお読みください。말씀드리겠습니다。그리고인쇄물에는축사로되어있습니다。그런데이원영교수님이자를마련한장본인아닙니까?저도그이원영교수님의그이론입니다.이론으로서축사는어울리지않죠.우리들끼리앉았을때는뭐자축을할수있지만,그래서환영사로이제적어갖고왔는데거기는인쇄물에는축사로되어있습니다.환영의말씀으로제가읽겠습니다. 안녕하십니까?반갑습니다.이렇게만나뵙게돼서평범하지않은이길에서만나뵙고보니더더욱반갑습니다.그런의미에서이자리에참석하신모든분에게깊은감사와희망의말씀을환영의말씀을드립니다.우리가살고있는이우주공간과지구시간대에있어서온갖미생물곤충초목즉모든생명체는천지기운을받아태어난신성하고존엄한존재들입니다.따라서존중해야하며우리인간과한몸입니다.무라일체바로그것말입니다.그러므로애물여기하고애석물명해야합니다.그런데우리인간은지극히편의위주로만을추구하다보니까그편리가큰것만큼피해또한적지않아우리들의많은생명이희생당해왔고또지금도전체생명이위협받고있는것아닙니까?이는우리인간이크나큰우를범하고있는것이라저는생각합니다.힘에는힘으로대립하는논리가논리또한마찬가지입니다.이에대한철저한반성과회개가선행되어야한다고저는생각합니다.따라서해결책을강구하고현명한선택을해야할시기에우리는서있다고하겠습니다.그런데그해결방안이과연무엇이겠습니까?생각한데그해결책은의외로우리가찾아보면쉬운데있다고말할수있습니다.
반조 양심하면 됩니다. 다시 말하면 우리 양심에 비추어 뼈아픈 반성과 참회를 하고 보면 즉 사고 일대 전환을 가져오게 되면 답이 나올 것이라고 생각합니다. 따라서 선진국과 지도층들이 여기에 대한 큰 관심과 크나큰 투자가 있어야 할 줄로 압니다. 일본국과 같은 부강국과 뼈저린 경험이 있는 나라가 솔선해야 할 것이라고 저는 감히 힘주어 말씀드리는 바입니다. 이제는 약육강식의 시대 논리가 가고 유능지강의 시대가 왔다고 저는 늘 얘기합니다. 그러므로 인식의 대전환이 필요합니다. 그리하여 우리는 생명을 존중하여 핵의 위협으로부터 벗어나려는 대장정을 실행하고 있는 것입니다. 우리 모두는 여기에 적극적인 관심과 지지와 후원과 참여가 있어야 할 것이라고 호소하는 바입니다. 앞에서 제시한 유능제강 시대의 주무기는 물리적인 것이 아닌 정신적인 무기인데 그것이 무엇이겠습니까? 바로 우리의 기본 양심에서 우러나오는 화라고 저는 생각을 합니다. 이 화는 조화할 때의 그 화자 말입니다. 형제 간의 화목도 그렇고 이웃 간의 친화도 그렇고 지구촌의 평화도 모두가 이 화자입니다. 핵무기도 무력화시킬 수 있다고 저는 생각합니다. 이 화야말로 강력한 핵무기도 무력화시킬 수 있는 강력한 무기도 이 화자라는 것을 전 세계에 제창하면서 간단하나마 환영사를 가름합니다. 지금까지 경청해 주셔서 감사합니다. 대한민국에서 온 유학자 겸 유불선 합일 도교인 뭐 감히 대표자라고는 할 수 있으나만 오늘 내가 대표 이름으로 이 자리에 섰습니다. 단기 4350년 5월 11일 서기 2017년 6월 5일 그게 오타가 단기일 때 그 아마 그 번역에 오타가 좀 있습니다. 양해해 주시기 바랍니다. 이상입니다. 감사합니다. 하이. Now we have keynote speech from Dr. Kim Yong-bok under the title of Nuclear Free World Peace from the perspective of the nuclear victims of and survivors. それではよろしくお願いいたします。はい。皆さんのこのブックレットの先生じゃあこちらにブックレットの14ページから25ページまで、でこれが英語バージョンだけが載っているんですね。それで、ということでございます。で、私が通訳をするということになっております。はい、よろしくお願いいたします。山はこう。이러하고한국말하고동시에하면좋겠습니다그런데네불가능하죠난데이분이다시와全く韓国語がわかんない私は。はい。じゃあ続けてください。お願いします。こんにちは。The Pandora's box contains nuclear omnicide. Pandora の箱の中は皆殺しの核兵器が収められています。That's the first point. これが、まあ、第一番のポイントになります。This Pandora's box is opened in the
atomic bomb in Hiroshima. これどういうことかというと、パンドラの箱を開いたときに、そこに、広島に落とされた原子爆弾があったということです。 The victims of the nuclear bomb therefore leads to the total destruction of the whole universe. で、この全世界にですね、核兵器による犠牲者というものがいるわけですけど、それはもう全生命を抹消していくものであったということです。 Therefore we must think about death and implications of the suffering must be clarified in order to grasp the reality of nuclear catastrophe, which may be properly understood, or may be called omnicide.言葉の厳密な意味で、皆殺しと呼ばれている核によるもう破壊的な結末の現実を捉えるためにも、私たちは 苦しみの深さとその深さに隠された意味、これを明らかにしなければならないのです。 This is what I call the beginning of omnicide sanatography. 皆殺しのテクノロジーというの始まりということについてお話したいと思います。 The dimensions of this nuclear bomb exploded. 次にですね、核爆弾の規模とその特質についてです。 So we have three or four dimensions, the ecological dimension, and the geopolitical dimension, and the cultural and psychological. 私たちがこの問題を考えるときに、まず最初にいくつかのディメンションがあるわけですけども、 環境学的なディメンション、次元というものがあります。そして地政学的な次元があります。そして文化的、そして心理学的な次元というものが、 階層的にあるわけです。で、それを抑えていく必要があります。The deeper and wider dynamics of a Hiroshima nuclear bomb. 広島型の原子爆弾よりもより甚大で広範な破壊的爆発力、そういう兵器というものを私たちは今目の当たりに知らされております。 The first important dimension I want to point out is the racial dimension of a racial genocide. 一番最初にです、私が注意するところなんですけれどもね、民族的な虐殺というものでございます。で、これはヨーロッパの諸国がアメリカを征服し始めたときに、 ネイティブアメリカンに対する民族的虐殺が行われましたが、そのようなアジア人に対する民族、人種民族虐殺の歴史というものがあるわけです。 That is the original sin. これはある意味で現在でございます。 Therefore, Hiroshima atomic bomb has a genocide against Asian people. 従いましてですね、このジェノサイドの連鎖というものが起こってきたわけでありますが、これは東アジアで始まりました。そして広島への核爆撃において非常に明確となったわけです。で、そのような、この歴史の 文化的あるいは精神的なこの混乱と激動のただ中で、民族虐殺の一つの本質をですね、私たちはさまざまな虐殺の中に一つの本質を見るわけです。
I have many other dimensions, but I omit these dimensions. 他の次元、いくつかの次元について私はこの英語バージョンで語っ、あの、書いていますけど、それはあの割愛いたします。Second most important dimension is the political messianic dimension. 次にですね、大変重要な次元について指摘いたします。それは、強大な核保有国の地政学的な闘争における大変危険な政治的メシアニズムというものです。This has risen in the West. But there is a deeply rooted dimension and legacy of Christian political messianism or Christian Zionism practiced by European imperial Christendom against non-Christian peoples in America, Africa, and Asia. アメリカ大陸、アフリカ、そしてアジアの非キリスト教徒たちに対するヨーロッパ大陸の帝国主義的キリスト教の諸国によって行われましたキリスト教的な政治的メシアニズム、あるいはキリスト教的なシオニズム、こういうですね、根深い側面と遺産があるわけです。 I'm going to read the text, but the first now, the present messianic manifestation of this power is by the United States, by the President Trump. でこの現時点におきましてですね、これはどういうところに明確に現れているかというと、このメシアニズムは現アメリカ政権の新しいこの政権、トランプ政権の政策の中に明確に現れていると思います。 This is a Christian messianism. でこれはこれをキリスト教的メシアニズムという言葉で呼ぶことができます。 Very similar development is in Israel for Middle East.でこれと非常に似た形で今日パレスチナ中東のイスラエルにおいてこれは実践されている。 That's a Jewish messianism. これはあのユダヤ的メシアニズムと言っていいでしょう。 Jewish Zionism. あるいはこれはあのユダヤ的なシオニズム、日本語で発音しますということになっているわけです。 Something very similar is taking place in India. で非常に似たようなものがインドにおいて起こされている。 This is a Hindu, Hindu とはナショナリズム。でそれはヒンドゥイズムにおけるナショナリスティックな、あるいはヒンドゥナショナリズムと呼ばれるものです。 PerhapsIn Japan, Abeism may be another form of revival of the old messianism. おそらく日本においてはアベイズムと私は呼ぶことができると思いますけども、これは古い形態の日本における伝統的メシアニズムの復興であると言えるのではないでしょうか。I want to mention one more dimension of this messianic dimension is the science and technology, messianism of science and technology. で、このメシアニズムという、ちょっと皆さんメシアニズムという言葉を聞き慣れない人がこの中にはいると思いますが、あのメシアというのは救世主ということですね。で、これをイズムをつけた言葉だということで、このメシアニズムの次元で、岩先生、もう一回言ってください。It's a messianism of science and technology. あの、まあ、今までは政治的な文化的なことを言ってきたわけですが、このここでですね、私たちは科学工学支配的なメシアニズムについて語らなければなりません。Now,
Under this messianic genocide, we have victims, nuclear victims. で、このメシア、メシアニズム的なですね、虐殺で、この虐殺が形をとって現れたのが、この原子爆弾による虐殺でございます。The first victim is a Hiroshima Nagasaki victim. で、最初の犠牲者は広島と長崎だった。And then Hiroshima Nagasaki victims include the Korean victims.でこの広島と長崎の犠牲者たちの中に韓国人が含まれているわけです。I like to look at this reality from the perspective of the Hapchan nuclear bomb victims. で私はこの、事柄を、事件をある一定の視点から見たいと思っています。それはハプチョン、韓国のハプチョンの被爆被害者たちの苦しみというところから見るわけです。I like to put Hapchan process, Hapchan victim process inside of the Hiroshima and Nagasaki at the center. Hapchan tribunal, put Hapchan victimization process right in the center.Of the Hiroshima Nagasaki victimization experience. まず私はこのハプチョンのハプチョンプロセスというのは訴訟手続きのような意味になるんでしょうか。で、このハプチョンにおける訴えなんですね。この被爆の犠牲の訴え。で、ここから広島長崎をまた私は見たいわけです。ハプチョン victims.Are very much segregated victims. 差別 segregated. このハプチョンの犠牲者たちの悲劇ですけれども、これは差別的なものであるということをまず申し上げます。In Korea, they were poor people. 韓国社会の中で彼らは実に貧しい人たちです。They came under the colonial power to Japan.彼らは日本の植民地支配、また暴力、そこから逃れていってきた人たちです。They were forced to work in the Japanese economy and Japanese military. 彼らは強制的に日本の軍事産業に、そして日本の経済を支えるものとして、強制的な労働を強いられたわけです。In the experience of suffering,In the experience of rescuing, in the experience of the social welfare and the health care, they were all sacrificed, segregated. 彼らは、様々なものを受けな、様々な保護を受けなければならなかったわけです。けれども、彼らは経済的にも、そしてまた、政治的にもさまざまな差別の中に置かれ、一切そうした保護を享受することができない人たちでした。They became victim of American genocide. で彼らはまずアメリカ の, この大虐殺の犠牲者たち、被害者たち。They became victims of the Japanese colonial power.そして彼らは日本の植民地主義の暴力の犠牲者でもあったわけです。They are victims. They were abandoned by the Korean government. そして彼らは韓国政府からも捨てられた棄民とされた人たちです。Right after 1945, August 15, Korean Avon victims were stateless people without country. 1945年の8月15日、日本の敗戦のその瞬間から彼らは無国籍者とされた人たちです。Therefore, nationality is not important. What is important is the depth, the deep dimension
of this victimization is more important. 従いまして、この国籍の事柄がここでは重要になっていない。そうではなくて、彼らの苦しみの誠に深い次元で、ここに問題の本質があるわけです。Therefore, それゆえに、victims of Hiroshima and Nagasaki should be interpreted from the experience of the Hapchan victims. ですから、この広島と長崎の被害者たち、犠牲者たち、これは全ての人を含めて、で、これはある視点からの解釈を必要としているわけですね。で、その解釈の視点というものが、ハプチョンの人々の苦しみ、そして悲劇であるということです。Making nationalities, as an important factor makes our experience ambiguous. If we divide Japanese victims and Korean victims, this obscures, this does not clarify the real meaning of a victim. 日本人と、まあ、韓国人、こういうふうにこの被害者を分けたとしても、それはあまり意味を持たないということになります。Therefore, the main problem we have, main, the problematics, main force that we have to work against is US-generated nuclear regime. 従いまして、私たちは共に、ある一定の対象に向かって働き、共に働かなければならない。で、それは米国の原子力体制、支配体制であります。This is what I call nuclear NIMEC. で、私はそれをですね、ニュークリア NIMEC というふうに呼んでおります。You can just read this part. Global nuclear regime. で、大量破壊の世界原子力体制ですね。で、これを私は原子力技術による世界支配の複合体制だと呼んでいるわけです。で、支配技術支配政治、つまりテクノロジーの勝利、をこの勝利というものはですね、大成功、これはカッコつきですけれども、大成功をもたらした発明、製造、技術、そして最終的にはこの日本の広島、長崎への原爆投下によって、このテクノクラシーの勝利というものは、不動のものとなったわけです。第二次世界大戦後ですが、平和のための原子力、これはアイゼンハワーの有名な政策ですけれども、その名のもとで、核エネルギーを利用した軍事産業体制で、これは冷戦の状況下で維持発展されて、それは核兵器開発の競争を正当化することになっていきました。で、フェシティズムという言葉があります。それは物心主義、物心崇拝ですけれども、このフェシティズムのメディア政策と、この魔力の力としての核エネルギーへの帰属意識というものを多くの人たちが持ち始めたわけですが、核に基づいた産業複合体制の不可欠な、それが部分となったわけです。科学分野の学会はですね、この核開発競争の過程の中に組み込まれていきました。地上の平和の基礎として、サバイバリズム、生存主義とも言うんでしょうか。それと安全保障の観念、精神、これが全面的に正当化されていったわけです。で、この事態は原子科学技術による世界支配体制と呼ばれているわけです。Today, 今日、Today, American nuclear military exercise being conducted now at this point with the cooperation of Japanese Zetai and the Korean military
and Australian military. Now, 核のこの支配体制というのは、アメリカの支配体制というのは、今、どういう仕方で行われているかというと、日本、そして韓国の軍事力と共同して行われ、そしてオーストラリアのそれは軍事力もそこに入ってきて、でそういう複合的なものになっているわけです。By media demonizing North Korea. そして、この皆さんご存知のように、多くのメディアが実はのこの北朝鮮というものを悪魔化する報道を続けております。レーガン said Soviet Union evil empire. レーガンは昔、昔っつても二十何年前、あのソビエトに対して悪の帝国というふうに言いましたね。Bush said axis of evil three North Korea, Iraq, Iran. ブッシュはですね、ブッシュジュニアは北朝鮮とイラクとイランを悪の 中軸と言ったんです。Now, そして今 demonizing North Korea. 北朝鮮を悪魔化してする発言がどんどんと意図的に流されている。Through United Nations sanctions. このサンクション。サンクション、制裁。Sanctions.制裁というものを北朝鮮にかけるわけですけれども、それによって行われている。Now, conclusion. 結論を今言います。Hapchan is the beginning point. It is the alpha point. Hapchan は私たちの始点、始まりの点、アルファでございます。We reinterpret.広島、長崎 from the Hapchan perspective. 私たちは広島と長崎をどう解釈するかということですね。それをハプチョンから解釈していきたいと思います。And then we begin to respond to nuclear MEMAC for Omega Point. Omega Point being nuclear free peace.そして私たちはこれに対して応答するわけですけれども、この原子力による世界支配体制、ここからですね、この問題を理解していきたい、深めていきたい。Nuclear free world peace。核なき世界。それを私たちは共に探していこうと思います。でそれがオメガポイント最終究極最終的な、ポイントなんだ私たち、先生の、14ページから25ページに書かれている英語の文章なんですけれども、どうやって先生短くするのかなと思ってすごい短くしちゃって私も混乱をして通訳させていただきました。どうも、次に参ります。次はごめんなさい、私は先ほどプログラムを持っておりました。どなたかプログラムを書いてますか。すみません、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。はい、次は、はい、
ハンジョンソンさんでいいですか？ハンジョンソンさん、ごめんなさい。ハンジョンソンさん、from ハプチョンですね。先ほどからハプチョンの話が出てきました。ではどうぞよろしくお願いいたします。 저는 가난한 집안에서 태어나 피해자의 삶을 살아가야 하는 세월들, 온폭 피해자로 인권마저 박탈당하고 외면당하면서 제대로 인정받지 못한 채 살아온 고달픈 삶을 여러분들께 전하고자 이 자리에 나오게 되었습니다. 먼저 이 자리에 초대해 주신 여러분께 감사드립니다. 일제 감정기 1945년 8월 6일 히로시마, 8월 9일 나가사키에 원폭이 투하되었습니다. 피폭 당시 저희 부모님을 비롯하여 할아버님, 할머님, 삼촌, 언니, 오빠, 태내 오빠까지 14가족이 히로시마에서 생활하셨고 피해로도 몇몇 가족의 경화성을 입었습니다. 어머님은 임신 중이셨는데 집안에서 청소를 하시다가 무너지는 벽에 깔렸지만 다행히 크게 다친 곳은 없었습니다. 원폭이 투하되고 바로 해방이 되었지만 어머님의 태어날 아이 때문에 바로 한국으로 돌아오시지 못하고 이듬해 돌아오셨답니다. 그 후 한국으로 돌아와 이남 사녀를 낳으셨습니다. 우리 가족의 비법은 그때부터 시작되었습니다. 태내 피폭자인 오빠는 돌이 지나면서 원인 모를 질병으로 나타났습니다. 글쎄 이걸 질병이라 해야 할지 모르겠습니다. 특별히 아프거나 열이 나거나 하진 않았는데 갑자기 그냥 젖도 잘 먹고 잠도 잘 잤는데 아이가 축 늘어지며 엄마의 품에서 세상을 떠나고 말았습니다. 그것도 잠시. 자식을 잃고 슬퍼할 기를도 없이 많은 가족의 생계에 급급할 수밖에 없었던 현실이었답니다. 저는 한국에서 태어난 6남매 중 5번째입니다. 우리 형제 자매는 태어날 때부터 모두 건강하게 태어났습니다. 하지만 성장하는 과정에서 또는 30대, 40대 사이에 모든 질병이 나타나기 시작했습니다. 첫째와 둘째는 뇌경색, 셋째와 다섯째는 대퇴부 무혈성 괴사적으로 인공관절 수술을 받았고 넷째는 심근경색 협심증 수술을 수차례 받았고 여섯째는 치아가 다 내려앉아 버렸습니다. 저는 가난한 농부의 다섯 번째 딸로 태어났습니다. 15세가 되던 해 양쪽 다리에 통증이 오기 시작해 날이 갈수록 심해졌습니다. 처음에는 초등학교를 졸업하고 중학교를 진학하면서 학교가 너무 멀어 걸음을 많이 걷다 보니 다리가 아픈 것으로 생각했습니다. 병원을 찾아갔지만 정확한 병명은 없고 성장기라서 그 과정이라고 있기에 그런 줄로만 알고 학교를 다녔습니다. 중학교를 졸업하고 고등학교는 진학을 하지 못했습니다. 가정 형편상 할 수가 없었죠. 합천에서 태어나 중학교를 마치고 대구에 나와 직장생활을 하게 되었습니다. 배우지 못했기 때문에 직장도 제대로 구하지 못해 직물회사에 취업을 하여 주간 11시간, 야간 13시간을 근무했습니다. 그나마 학교에 다닐 때는 부모님이 계셨기에 그렇게 힘들진 않았지만 직장생활도 저에겐 그렇게 호락호락하지 않았습니다. 시간이 갈수록 통증은 심해지고 너무 고통스러웠습니다.
한없이 없이 휴가를 내어 집에서 잠시 쉬어봤지만 오래 쉴 수가 없어 다시 회사를 가게 되었고 일을 하다 보니 통증이 심해지고 그렇게 세상과 투쟁을 하면서 부모님께서 해주시는 조약, 약초를 곁에봤지만 늘 도움이 되지 않았습니다. 아픔의 고통 속에서도 시간은 흘러 결혼 적령기가 되어 좋은 인연을 만나 결혼을 하게 되었고 그 후 1년이 지나 첫 아이를 낳았습니다. 하지만 이게 웬 일입니까? 청청병력 같은 일이 일어났습니다. 아이를 낳았는데 울지 않았습니다. 온갖 방법으로 울음을 터져 나오게 유도를 했지만 끝끝내 울지 않았습니다. 왜 이럴까? 설마 아무 일 없겠지? 아니야, 아무 일 없을 거야. 괜찮을 거야. 아가야, 괜찮지? 아픈 건 아니지? 밤이 새도록 아이를 안고 흔들면 괜찮을 거야. 나한테 또 다른 비극은 일어나지 않을 거야. 그렇지, 아가야? 아프면 안 된다. 수없이 빌고 또 빌었지만 끝내 내 성마비 판정을 받고 말더군요. 몸이 망가질 대로 망가진 채 도저히 견딜 수가 없어 저도 다시 병원을 찾았는데 관절이 다 녹아버리고 없다나요? 인공관절 수술 외에는 방법이 없다더군요. 정신없이 살다 보니 뼈가 다 녹아 없어질 때까지 살았고 이제 이 험한 세상 더 살려면 수술을 해야 된다는데 수술비는 누가 부담을 해야 될지. 집안 형편이 찢어지게 가난했거든요. 260만 원의 전셋집에서 겨우 살아가고 있는데 수술비가 1000만 원 정도. 예상하라고 하니 감당할 수가 없었어. 그냥 아파도 참고 견디는 것 외에는 방법이 없더군요. 여러 가지 일을 한꺼번에 닥치니 멍하니 머릿속이 하얗게 되어버리고 아무 생각도 나지 않더군요. 죽을 생각을 하고 있었는데 나만 모르고 있을 뿐 진정에서는 어떻게라도 수술비를 마련해야 한다고 오늘을 하고 있었던 거예요. 당장 가자. 이 꼴로 사람 꼴이냐? 하면서 그 다음날 병원을 찾아가 200만 원으로 수술을 하고 저는 다시 일어서게 되었습니다. 꿈만 같았습니다. 꿈이라면 깨고 싶지 않았습니다. 서서히 회복이 되면서 저는 다시 태어나게 되었습니다. 이제 저는 꿈도 생기고 미래도 그려보기도 했습니다. 입원을 하고 있는 동안 한 가지 느낀 게 있어요. 어머님이 저를 간병하셨는데 그때 당시 간병사라는 직업을 가진 사람이 별로 없었습니다. 하루는 내가 정말 그럴 수가 있을까? 온갖 생각에 잠겨 있는데 병실의 모든 사람들은 잠을 자고 어머님도 간이 침대에서 새우잠을 주무실 때 화장실이 급해서 보니까 곤히 잠든 어머님을 깨울 수가 없더라고요. 어떻게 할까? 주위를 두리번거리며 살피는데 옆 환자의 간병사님이 왜요? 화장실 가고 싶으세요? 하시길래 네, 좀 도와주세요 했는데 잠깐 와서 도와주는 그 손길이 너무 따뜻하고 편했어요. 정말 감사합니다. 고맙습니다. 옆들은 인사를 하고 난 뒤 가만히 누워 있으니 잠은 오지 않고 계속 따뜻한 손길의 온기가 남아있는 거예요. 그래서 저는 그래 맞아 나도 이제부터는 나 자신보다는 남을 도와서 살아보자. 덤으로 사는 인생 마음만은 넉넉해지자고 다짐했습니다. 그 이후부터 간병사가 되어서 지금까지 하고 있습니다. 저는 고달픈 삶을 살면서도 원폭의 후유증이라는 걸 전혀 모르다 2002년 한국 원폭 2세 환우회를 처음 조직한 초대 회장인 김형률 씨를 만났습니다. 김형률 씨는 짧은 기간에 왜소한 체격으로 엄청 많은 일을 하셨고 도움을 받을 수 있는 곳이라면 무조건 문을 두드려 많은 숙제를 남겨놓은 채 2005년에 세상을 떠나셨습니다. 한국에는 원폭 후유증을 앓고 있는 원폭 2세 환우들이 한국 정부 발표에 의하면 2,300여 명이 있다고 합니다. 한국보건사회연구원, 한국
원폭 피해자 실태조사 1991년에 의하면 한국 원폭 피해자들의 단체인 한국 원폭 피해자 협회에는 원폭 피해자 1세대 회원으로 2200여 명이 등록되어 있습니다. 원폭 피해자 1세대의 자녀들은 원폭 2세는 7,000명에서 10,000명이 있는 것으로 추정하고 있습니다. 이처럼 2세들 중 건강한 2세들은 정상인들처럼 평범하게 삶을 누리고 살아가고 있지만 다양한 원폭 후유증을 앓고 있는 2세 환우들은 평생을 질병과 창의로 죽음보다 더한 고통을 삶을 살아가고 있습니다. 한국 원폭 2세 환우에는 이와 같이 다양한 후유증으로 앓고 있는 2세 환우들에 대한 인간된 권리와 존엄성 스스로 되찾기 위해서 만들어졌습니다. 아울러 한국 원폭 2세 환우회는 한우로서 존재할 수밖에 없는 역사적 사회적인 필연의 관계와 모든 소외의 상황을 자각하면서 2세 환우 모두가 서로 생명을 버팀목이 되어 환우들의 건강권과 생존권, 생명권까지 위협받고 있는 현실을 인식하고 국가 권력에 의해 부당하게 인간성과 정체성 부정당하고 있는 현실적 모순을 극복하기 위해 노력하고 있습니다. 원폭 2세 환우들은 다양한 질병과 장애로 정상적인 인간된 삶을 살아가지 못하고 항상 건강과 미래에 대한 불안 속에서 사회적으로 경제적으로 빈곤과 소외의 삶을 살아갈 수밖에 없는 현실에 놓여 있습니다. 지난 2005년 2월 14일 국가인권위에서는 원폭 피해자 2세의 기초현황 및 건강실태조사를 공식 발표하였습니다. 이 공식 발표에 의하면 원폭 2세들은 같은 나이에 일반인에 비해 빈혈, 심근경색, 협심증 등의 만성질환과 우울증, 정신분열, 감정, 각종 암 등의 질병에 시달리고 있는 것으로 나타나 한국 원폭 2세 환우들은 고통스러운 현실을 아직도 진행 중입니다. 한국 원폭 2세 환우회에는 초대 회장인 김영률 씨가 활동하면서 제일 큰 숙제가 특별법이었습니다. 우리 2세 환우들의 가정 방문을 하며 많은 분들의 고통으로 힘겹게 살아가고 있습니다. 우리는 17대 국회에서 특별법안을 제출하였습니다. 울산 지역의 조성수 의원님께서 최초로 대표 발의를 하셨지만 무관심 속에 다시 한번 처참함과 몸과 마음의 상처로 돌아왔습니다. 폐기가 된 거죠. 18대에서 다시 합천 의령 함량 지역의 조진리 의원님께서 대표 발의를 하셨지만 돌아오는 건 상처. 또 폐기가 되었습니다. 하지만 저희들은 결코 포기할 수 없었습니다. 19대에서 다시 속력을 붙여 좀 더 많은 시민단체의 힘을 빌어 뛰고 또 뛰면서 국회의 문턱이 달아지나 우리의 신발이 떨어지나 더욱더 굳게 마음을 먹고 뛰었습니다. 1세 어르신들과 함께 말입니다. 이번에는 해내고야 말겠다는 의원님들께 요청을 하였습니다. 김정록 의원, 이하경 의원, 이재영 의원, 김재남 의원 네 분의 의원님께서 발의를 하셨습니다. 몇 번의 기자회견도 국회에서 열면서 우리들의 아픔을 알려왔습니다. 쉽진 않더라고요. 그 외에 인재근 의원님을 비롯 여러 의원님의 힘을 실어주셨지만 잘 이루어지지 않아 여의도에서 1인 시위까지 하면서 노력한 결과 2016년 5월 19일 법안이 통과는 되었는데 기뻐해야 할지 슬퍼해야 할지 후세대 2, 3세는 빠지고 1세 어르신만 지원 대상이 된다는 거예요. 원폭이 통화된 지 72주기를 맞았는데 어르신들은 거의 다 돌아가시고 전국이 2,000여 명밖에 남지 않았고 2, 3세는 늘어나고 있습니다. 그런데 지금 더 심각한 2, 3세가 특별법에 빠졌으니 웃지도 울지도 못하고 있는 실정입니다. 앞으로 지속해서 후세대 문제를 포함한 개정 운동을 할 예정입니다. 지난 5월 27일 미국 오바마 대통령이 일본 히로시마를 방문한다는 소식에 귀가 번쩍했습니다. 이제는 때가 되었나 보다. 캄캄하고 어두운 긴 터널을 끝없이 지나
지치고 쓰러지면 다시 일어나면서 시민단체의 따뜻한 손길로 다시 일어나 끝없는 전쟁을 치러왔는데 이제는 끝이 날려나 생각했습니다. 이제는 저기 먼 곳에 작은 촛불 하나 희망의 불빛을 바라보며 잡힐 듯한 우리의 꿈을 안고 히로시마로 가야겠다 마음을 먹었습니다. 간절한 마음을 담은 편지를 가슴에 품고 말입니다. 하지만 22일 오바마 대통령은 사죄할 뜻이 없다고 하더군요. 의의가 없었습니다. 그러면 왜 오는지 궁금했습니다. 그래서 저는 히로시마로 갔고 시민단체들과 함께 한국의 논법회의자 및 시민사회의 공동 입장을 내세웠습니다. 그런데 더 의의없는 것은 히로시마의 평화공원 한쪽편에 한국인 원복 위령비가 있는데 위령비조차 가보지 않고 오바마 대통령이 그냥 사라졌다네요. 이게 말이 됩니까? 우리 한국인 원복 피해자는 다시 위령비 앞에서 고향의 봄을 부르며 울고 또 울었습니다. 세상에 어떻게 이런 일이 있습니까? 아직 많은 과제가 있지만 합천에 있는 시민단체인 합천평화의 집에서 2010년부터 노력하여 모범한 결실로 원폭 2세 환호의 쉼터가 마련되어 희망이 있습니다. 앞으로는 평화로운 세상을 만들기 위한 환우들의 법 개정에 총력을 다해 꿈을 이루어지는 그날까지 최선을 다할 것이며 새로 최초로 작고 소박하지만 큰 뜻을 합천평화의 집에서 이뤄낼 것입니다. 여러분, 저는 기회가 된다면 한일 신민과 함께 손잡고 나아가고 싶습니다. 국적 관계없이 어느 곳이든 사는 곳에 관계없이 피해자는 피해자일 뿐이고 우리의 의지와 상관없이 피해자로 태어나 끝없는 전쟁 속에 치러야 하는 고통을 함께 공유하며 연대하면서 우리가 해야 할 일을 헤쳐나가고 싶습니다. 여러분, 감사합니다. ハン・ジェンスンさんでした。朝鮮人被爆者の1世と2世の被害ということで大変シビアなお話、証言を私たちは今いただいたわけです。ここでフロアの皆様方からですね、質問なり聞いてみたい、こんなことを聞いてみたい、どうでしょうか。率直に皆さん手を挙げて、討論に参加してください。通訳は、チェさんにお願いしたいと思います。ごめんなさい、質問ございません。僕はもう彼女の話は川崎でも東京でも韓国でも何度も聞いてるんですけども、何度聞いても胸が詰まる思いで聞いてるんですが、まあ韓国で聞くこともなかなか理解されない面があります。でなおかつ日本の彼女自身は日本の被爆者と一緒に連帯したいという思いがあったけれども、なかなかそれが伝わらないというもどかしい思いがある中で、まず一つにはいらしていろんなことも協力したいと思っているんですが、どなたかご質問はありませんか。質問じゃなくて感想というかご意見でも思うところになったらおっしゃっていただいて結構なんですけども、いかがでしょうか。はい、どうぞ。大変歓迎いたしました。新しい大統領の下で、今お話しいただいた大変の厳しい生活改善のための政策、これまでパクネ大統領下ではそのような方々に、厳しい生活を送られている方々に必ずしも温かい視点というものが用意されなかったように思いますけれども、新しい大統領、文大統領の下でそのように改善の政策が期待されているかどうか、その辺のところをもしご存知でしたら、私はもちろん新大統領に対して大いに期待をしているところでありますけれども、
どのようなご期待をお持ちになっているのかということをちょっとお聞かせいただければと思います。감사합니다。앞으로는그우리아픈한우들을위해서라면끝까지세상지구끝까지싸워서이길것입니다。私たちあの韓流会という被爆者2世3世の会があるんですけども、とにかく最善を尽くして戦いたいと思っております。無論帝都領へ帝藩、セロン帝都領へ帝藩、可能性이나規定が있으시면은좀말씀해달라는건데아늘정치가바뀔때마다이번에는정말우리의꿈이이루어지겠지라는그꿈을여태껏한번도버린적이없습니다。지금도아직은정확한뭐확답을저희들이할수는없습니다。今まで絶えずそういうふうに期待をしたんだけども、まあ、なかなか思いにならなかったということと、今回の大統領に関してもよく分かりませんけども、まあ、いろいろ投げかけて期待したいというのを持っていますという意味ですね。대통령이뭐듣지못하신다면들을때까지더높은소리로더더크게목소리를낼것입니다。まああの反応がもしなかったらもっと大きい声でできるまで戦い続けたいと思いますという。はい、どうぞ。ありがとうございます。私も被爆2世です。まあずっと被爆者、日本の被爆者援護法の制定運動をやっておりまして、一昨年の日本の最高裁判所の判決で、在外被爆者、だから韓国の被爆者を含めて、平等に保障しなければならないという判決が出たのはご存知かもとは思いますけれども、私が一番ちょっと待ってください。マイクで皆さんにも聞こえるように。すいません。私が一番すいません。작년에일본최고재판소에서판결이나왔는데해외에있는불법자도일본사람과같이모든 평등하게보장해야된다는판결이나왔다고그럽니다。私が一番まあ思っておることは、まあというまあ、在外被爆者の問題でですね、まあ、一歩前進したなというふうに思うんですが、一番心配しているのは北朝鮮に住んでおられる被爆者。그해외에계시는비폭자들이이걸로한걸음저진보가있었다고보는데제가가장걱정하고있는것은이북에있는비폭자들북조선에있는비폭자에대해서는걱정이좀있습니다。私は被爆者はどこにおっても被爆者だと。비폭자는어느나라어디에있어도같은비폭자다。ということで運動しているわけですけども、日本政府は北朝鮮と国交がない。일본정부는일본하고한국은그 국교가없잖아요。그래서지금보지못하고있는건데。ということで、特に現在の、まあ、北朝鮮をめぐる状況の中でですね、北朝鮮に住んでおられる被爆者の方のことが一番、心配をし心配なわけです。그래서지금아시다시피일본정부가이북에대해서는굉장히그공격적으로하고있으니까아그거에대해서이북에계시는비폭자에대한걱정이많이있습니다。まあ、国交がないというのはもちろん知ってる、もちろん知ってるわけですけど、しかしやはり救済の手というのはですね、いかにしてまあ、行うかということがとても心配している。日本政府로서는뭐やっちゅうてんだ、뭐도움을줘야된다는생각이있습니다。そのあたりでご意見があったら、그거에대해서뭐생각이있으시면은。저도지금스님께서말씀하신대로같은마음입니다。私も계산고오셨던것도全く同じ考えを持っております。그래서지금세계어느나라에있더라해도사는것은관계없이世界被爆者は世界のどこにいても関係がありません。みんな一緒です。지금뭐북한에서는또어떤생활을하고있는지저희들도잘모르고있습니다。北にいる被爆者たちがどういう生活をしているのか、実は私たちもよく分かりません。아마
세계적으로 한국과 일본과 또 다른 그 피폭자가 있는 곳에서 함께라면 아마 그 평양에서 북한에서도 어깨를 나란히 하지 않을까 하는 꿈은 있습니다. 일본도 한국 および 被爆者が 세계에 있습니다. それが一つになって肩が並べてやろうという動きになってくれば、そこに北も被爆者も一緒にやれるんじゃないかというのを思います。 세계 피폭자는 어디에서도 다 각자 어깨를 나란히 하고 나아간다면 우리의 꿈은 꼭 이루어질 것이라고 생각합니다. 世界の国の被爆者がみんな肩を並べて一緒になれば、北朝鮮も一緒になれるんじゃないかというのを思います。 문재인 정부는 분명히 새로운 기회를 줄 것입니다. 新しい文在寅大統領は新しい希望を与えてくれるというふうに私は思います。 원자력에 관한 정책을 새롭게 설정할 가능성이 있습니다. 원자력에 관한 새로운 정책을 내놓을 가능성이 굉장히 높습니다. 그럼에도 불구하고 문제는 미국이 배후에 있기 때문에 それにもかかわらず韓国というのはアメリカとの関係がありますので 대체로 그 핵 전쟁에 대한 위기를 지금 증가시키고 있는데 여기에 대해서 문재인 정부가 어느 정도 이제 할 수 있는지 또 해야 되는지 하는 것은 불투명하다고 생각합니다. 아메리카가 지금 핵을 持って 北を 攻撃 するとかっていうのを 言ってますから 아메리카との関係を考えた時に新大統領がどこまで政策を出せるかというのは実は不透明です。 그래서 미국의 지금 피폭자 그 희생자 문제에 대해서 일본 정부에게 문제를 제기하는 것도 아주 중요하고 하지만 이제는 미국 정부에게 문제 제기를 하기로 그렇게 합천에서는 지금 의견을 모아가고 있습니다. 日本政府に対する責任を問うということも重要なんですけども、アメリカ政府に対する責任を問うということも非常に重要だというふうに私たちは認識して、今、発表ではそういう話を進めています。 또 하나는 북한은 지금 현재 북조선은 미국의 평화협정을 제안하고 있습니다. 北朝鮮は皆さんご存知かどうかわかりませんが、アメリカに対する平和条約の締結ということを強く求めています。 평화협정을 만약에 성립을 한다고 하면 분명히 피폭자 문제가 포함될 것입니다. 평화조약이 체결されると 당연ながら 北にいる 피폭자의 문제というのも 새로운 해결책을 出さないといけません。 피폭자를 포함해서 그 전쟁 피해자 전체가 한국 전쟁 피해자도 전체로 포함되리라고 생각합니다. 그때는 피폭자의 문제だけじゃなくて 日帝時代の 犠牲者 朝鮮戦争の 犠牲者 その 全ての 保障が されないといけないと思います。 そういう意見ですが、他の方、時間の関係もあると思いますから簡単に2点だけ申します。お話ありがとうございます。実は私さっき触れることできませんでしたが、いわゆる平和利用の原発においても被爆者の問題というのは非常に深刻です。 아까 말씀드렸어 보셨는데 피폭자의 문제라는 굉장히 중요한 문제라고 생각합니다. 한국でも そうだと思うんですけど 일본では これまで 40数年の間に 原発の中で働いてきた 被爆労働者が もう去年の3月末現在で 累計 61万人を 超えています。 저 일본 한국도 마찬가지로 아는데 일본에는 저 원전에서 일하는 사람들이 이 40년 동안에 6000名のってところだ。それから福島の事故で労働者だけでなしに周辺住民十数万とも20万とも言われていますが、被爆者になりました。これ、ここにいるあの3分もあれら、周辺の最後にいる人々に疲弊と現在もありすんだ。ところが被爆労働者の数も日本国民全体、現代都市文明を支えてきた原発の電力によってですね、 일본 국민의 数から すれば 61万といえども、マイナーなわけです。 그래서
원전에서 일하는 사람이 60만 명이 넘었대요. 그동안에. 그거는 일본 전체에 비해하면은 굉장히 조그만한 숫자지만은 그래도 굉장히 많은 숫자입니다. しかし、福島の十数万、二十万という被爆者にしても、福島の原発の電気は関東首都圏に全部電気が送られてきたわけですけども。 福島에 살고 있는 사람들이 10만 명, 20만 명이 폭탄했다고 그러는데, 그러나 거기에 있는 전기가 福島에서 모든 곳이 동경 지방으로 온 거잖아요. その人数にすればやはりマイナーなんですね。 동경인구에 비하면은 福島의 피폭자 숫자가 그렇게 많지 않아요. プアンや四岩を私は訪ねてまいりました。ソウルやクァンジュの不夜城のような夜景に反して闇の中にあったその四岩やプアンのですね。 闇暗い闇がですね、私は対照的に思い浮かべているわけですけど、 거기서 굉장히 섭섭한 분위기가 있어가지고 역시 거기서 서울로 전기가 다 있는 줄 알겠습니다.まあ、いわんやそのね、広島長崎に移転になられた皆さん方が韓国本国においても日本においてもマイナーな存在としてなかなか認められないで苦闘の歴史を重ねてこられたということは。 私は若さの住民として若さも関西の大都市圏に全部電気を原発の電気を送ってきながら若さの置かれた状況っていうのはなかなか福島が起こるまで理解されにくかったわけですね。若さは陰部兵、反兵部作戦で仕事をするのよ。ここにすごい準備が東京のほうなんで、福島作戦場にいる、福井にいる、三和にいる、どんじいる、ごさんとに、ぶらそうよ。で、 마찬가지로 여러분들이 한국에 계시니까 오랫동안 고난의 역사를 배웅해가지고 오신 분은 여기서도 한국에서도 모르는 사람들이 많아가지고 굉장히 고생이 많은 줄 압니다. 방사선 희박은 군지리용, 해와리용 관계나く 악영향을 모타라십니다. 군사용이나 평화용이나 상관없이 인간 안 좋은 거예요. 今日のお話伺ってますます、もう私たちも 原発の被害を受けてきた私たちもですね、共に連帯して頑張っていかなければと決意を新たにしました。ありがとうございます。本庄に比例の日本人の人、韓国に住む韓総選挙の人と呼んでほしいという話です。ありがとうございます。 8月の初め、今年の8月の初めにハプションで、この、ことのための大きな集まりが開かれます。日本からもたくさんの人が参加できることを願ってやみません。さて、それでは、高潔淳先生にですね、広島、長崎、福島被爆と 米国や日本の国家責任というテーマでお話をいただきます。高潔先生は山口大学の名誉教授をされておりまして、専門は日本の政治軍事関係の歴史を教え、また研究されている先生です。先生、どうぞよろしくお願いいたします。先生の 論文文章は何ページでしたか。いいですかね。はい、よろしくお願いいたします。안녕하십니까. 저는 고개슬라그함입니다. 英語のペーパーを用意する時間がなくて 日本文しかございません。大変申し訳なく思っております。 こういう状況下であれば用意すればよかったと思いますけれども、私の論文というほどのものではないんですけれども、34ページですね。ページ from 34 to 47。で、
20分という制限時間がございますので、この論文の主要なところだけをさっと読ませていただくような形にしたいと思うんですが、私はいつも原稿を読むタイプじゃございませんので、かなりアドリブが入ろうかと思います。その点は申し訳なく思いますけれども、まずこの日本の原子爆弾投下による 戦後における日本の議論というのが大変矮小的な議論しかなされておらず、今原子力の問題が訴状に上がりながらも、それを単なる自己レベルでしか対象化できないという大きな問題がございます。で、私歴史家でございますので、まず、こんな話から始めたいと思います。広島に第5師団という部隊があって、 その第11連隊という連隊がございました。実は1941年12月8日にアジア太平洋戦争がいわゆる真珠湾奇襲をもって始まるとされているんですけれども、実際にはそれよりも1時間半前、これはご存知の方は特にこの広島では多かろうと思いますけれども、その今申し上げた広島第5師団第11連隊を機関とする部隊が大量のシンゴラと 英領マラヤのコタバルに侵攻上陸をして、実はアジア太平洋戦争が始まった。ところが戦後、多くの人たちがアジア太平洋戦争は真珠湾奇襲で始まったという、ある種のボタンの掛け違いをしてしまった。私が申し上げたいことは、あの戦争はアメリカとの戦争だけではなくて、今むしろ対アジア侵略戦争、そのことを非常に象徴的に示しているのが、 今申し上げようとしている広島第5師団第11連隊を機関とする、いわゆるマレーシア半島上陸侵攻作戦であったと思います。で、いわゆる31年から満州事変が始まり、日中戦争があったんですけれども、それを私たちは今日中戦争と太平洋戦争をある意味では一括してアジア太平洋戦争と申しているんですけれども、 この太陽戦争という言い方自体が、先の戦争がアメリカとの戦争であるということに主軸を置いて、その戦争史を総括してしまう大きな過ちを犯してきた。もちろんこの先に大東亜戦争といっていた戦争の呼称が、アメリカによってパシフィック・ウォー、太陽戦争と言いなさい、こういう指示を受けた形で、太陽戦争という言葉が戦後定着してしまう。あの戦争は、アメリカとの戦争であって、アメリカの物量に負けたんだ。 なので、戦後はアメリカに行ってみれば追いつけ追い越せ、そして、アメリカ資本主義に習う日本、これが大きな目標となってきました。その向こうでアジア、とりわけ中国、そして台湾朝鮮植民地支配ということをほとんど忘却の彼方に追いやり、真珠湾奇襲のみが追憶されてきた、記憶されてきたという歴史で、そういう中でアメリカによる2発の 広島、長崎の原爆投下の意味はどういう意味かというと、多くの日本人が、先の戦争はアメリカの2発の原子力爆弾によって敗北を決定したんだという総括をしてしまう。私は間違っていると思います。私の調べたところによりますと、中国戦線で最も多くの戦力を投入していたのが197万人1年間でですね。それに対して、アメリカを中心とする南 ミクロネシア戦線においては最大時が160万程度でしたから、実は中国戦線の方に日本の戦力は削がれていた。しかも中国との間には足掛け15年間という戦争が毎年やられていたわけじゃないんだけれども、続けられていた。それが日本の国力消耗、戦力消耗につながり、そして最後的にアメリカによる原爆が投下されて敗北を決定した。もちろん当時の 天皇政府は敗北ということは使えませんでしたけれども、したがって戦後日本人の原爆投下の位置づけというものは、非常にある意味では仕方のない結末であったという総括をしてしまう。だから原爆を肯定するとまでは言わないまでも、仕方のない、やむを得ない、不可抗力であったという認識、それが 原爆に対する責任を問う姿勢を生まなかった最大の原因です。なので、私は先の戦争はアジア太平洋戦争というんだけれども、
日中戦争なかりせば、なかりせばって古い言葉ですね。日中戦争がなかったならば、対米戦争はなかった。つまり日中戦争の延長として対英米戦争があったんだ。ということは、日本のアジア侵略というものがなければ、ある意味では対英米戦争もなかったし、ある意味では2発の原爆投下という悲劇も起こらなかった。という総括は、もちろん歴史に異譜はあってはいけないけれども、非常に重要な歴史の総括だと思っています。そういう意味で、私は中国を30年間ほど、フィールドにして、日中戦争史を研究してきましたけれども、研究すればするほど、アジアのあるいは朝鮮台湾植民地支配がなかったならば、あの戦争はなかったんだ、原爆投下もなかったんだという大いなる結論に達しているのであります。したがって私も本の中に、日本は中国に敗北しアメリカに降伏したという若干少しアピール度の強い物言いをしております。日本は確かに1945年9月3日東京湾上に浮かぶ戦艦水流号上の上で降伏調印式をやったわけです。8月15日はありません、9月3日だけれども、そういうものしか、あるいは可視化された戦争という形で戦後日本人には語らなかったということが非常に大きいと思いますね。そのことをまず申し上げた上で、じゃあこの原爆投下を日本の当時の天皇制政府はどのように受け止めていたかということです。でそれはもう今天皇実録というものが出まして、もちろんそれまでにも昭和天皇の発言というものが資料としてたくさん残っています。生の声、あるいは捏造された声ですね、歪曲されたもの、いろいろありますけれども、どれが本物でどれが偽物かということを見極めるのが我々歴史家の仕事なんですけれども、昭和天皇は原爆を利用しました。一つ非常に結論的なことを言いますと、昭和天皇は原爆を利用しました。原爆型爆弾と称し、当然原爆が何たるかは西科博士等々で日本の原子力開発、原子爆弾開発は進んでおりましたので、新型爆弾ではなくてそれが原爆であるということの情報はいち早く昭和天皇の耳元に入っておりました。だけども原爆という言い方ではなくて新型爆弾、これの被害が甚大なのでこれ以上国民の犠牲にさらすのはつらいという趣で、終戦の詔書を書き上げたわけです。しかし昭和天皇がなぜ敗戦を決意したかといえば、アメリカとの間に天皇制の存置、天皇制を戦後においても存続しても構わないという言質を取ることがある程度可能になった時点で敗北を認めたわけです。で、それだけでありません。後の話になりますけれども、昭和天皇は45年以降、GHQ、国連の最高司令部 GHQ が日本にやってきて、その司令官ダグラス・マッカーサーその人に面会、全体で14回してますけれども、その中で繰り返し繰り返し沖縄を50年間リースするので、まあ、つまりコピーのレンタルとかリースですね、するので、アメリカの支援を受けたい、そして朝鮮戦争が始まりますとその穴埋めに警察を呼びたい、つまり憲法とは違うレベルで日本の武装を再構築してほしいという要請をいたします。有名な天皇メッセージ、あるいは沖縄メッセージと言いますね。でこのように昭和天皇は原爆によって日本がアメリカに降伏したことを事実上マッカーサーに伝え、そのマッカーサーに対して日本の再軍備とそして間接統治を事実上飲む形で、そして新憲法の下でも1条から8条になる、いわゆる日本国憲法を作った、認めた、そして天皇存続ということをこのいわゆる新憲法の下でも認めてもらったわけですね。
もちろんそれに対して中国やイギリス、オランダ等々は猛烈な反発をいたしますけれども、その代わり9条を作ろう、9条を設定して日本の軍国主義のシーズを根絶やしにしておけばいいだろうという、まあ、いわゆる9条とそれから、天皇の書1条8条のバーターですね、バーゲニングですね。そういう意味では天皇の上皇大将と大二将は言ってみれば表裏一体の関係にある。そしてそのことは、まあ、非常に大きな深刻な問題として我々日本の国民にも非常に、それに反対する人たちは大きな瑕疵間違いであったということに今気づき始めている。それが護憲運動、平和運動という形になっていろんな形で出ているということだろうと思います。でこの天皇がアメリカに現在、まあ、ある意味では対米従属という形、今は従属という言葉では弱すぎて尊米主義尊敬の尊、尊敬の尊に、アメリカ尊米主義って我々はよく言うんですけれども、尊米主義ですね、リスペクトという方ですね。でそういう尊米主義の根源、その出発点もやっぱり原爆の問題だったと思います。昭和天皇は原爆の威力、そして今先ほども先生方がお話になったように戦後の世界の秩序は核による支配秩序が構造化するんだということを実は誰よりも早く、まあこれは先見の明があるという言い方は問題かもしれませんけれども、十分意識をしたのが実は昭和天皇であった。昭和天皇こそ戦後の核支配の構造を見通したそういう人物だったわけです。で、そういう意味で戦後の権力はまさに戦前の権力が正断によってスライドをし、まさに新たな戦前が始まっていた。しかしそれが戦後の私たち日本人、そして多くの外国からの支援を受けた平和運動が抑えてきたんだけれども、抑えきれなくなってきたのが昨今の状況ということだろうというふうに思います。で、もう一つですね、大きなテーマをいただいているのはアメリカの原爆責任です。確かにアメリカは2発の原爆を日本になぜ投下したのかについての議論は戦後あまた行われてきました。で、アメリカでも例えばハーバート・ファイスのような、まあ、アメリカ人だけではなくて日本人にとっても大変有名な歴史学者でありますけれども、ファイスをはじめとするいわゆるアメリカのアカデミズムの中でも残念ながら原爆は何百万かのアメリカの青年の命を救い、そしてまた早期に日本の敗戦に追い込んだ大きな役割を果たしたものだという肯定的な評価がアメリカ、そしてある意味では日本の保守的な学者の中にも統一をしていたわけです。ところが最近でもないんですけども、もう随分前になりますけれども、アブラビッチというアメリカの学者がいやそうではないんだと、いやそうではないんだ、これは極めて政治的な作為の下で判断された行為として原爆投下があったんだ、もちろんそれは再三にわたって指摘されているように戦後の冷戦構造というものを先取りするために、またアメリカがアジアや世界を核によって脅威を力を発揮し、そして核によってヘゲモニー主導権を握るためにソ連に対する恐怖感を与えんがために広島長崎に原爆を投下したんだ。私も原爆の投下の国際政治というのを侵略戦争という千曲から書いた本にも書いておりますけれども、非常にこの例えは申し訳ない例えですけれども、アメリカは戦後の世界秩序をリードするために広島と長崎の人たちを犠牲に強いた。つまりアメリカは広島長崎の人たちを犠牲にして戦後の冷戦構造の主導権を握ろうとした。そういう意味でこれは本当に罪深い判断だと思います。つまり政治的な表現を使えば、原爆は広島長崎の頭上ではなくてソ連の頭上に炸裂をしたということです。
そのことだけでも非常に大きな問題であり、アメリカでも真剣に議論してほしいと思う一方で、残念ながらアメリカではいまだに原爆の投下責任について真摯な議論があまりない、ほとんどないというのはアブラビッチさんがいますから言えないんですけれども、まあ非常にマイナーです。ただアメリカの平和研究者の中にも、我々平和学会を作っていろいろ交流をしていますけれども、まあ、大体日本の研究者と交流するようなアメリカの学者は原爆投下の意味というものについてしっかり踏まえた発言をしておりますので、意外にもアメリカの原爆投下はアメリカが行った人類史上最悪の判断であるという結論を物言いたします。だけどもそれがアメリカの国民全体の中に浸透しているかといえば、残念ながらそうではないし、また今の私が今皆さん方に申し上げているような物言いを日本の学会の中では残念ながら依然としてマイナーです。だから私が1999年も今から18年前、20年近く前に原爆の国際政治という本を論文を書いたときに、ほとんど無視をされました。無視をされたんですけども、まあ、最近ではようやく見直されまして、その本も再版をしていただくことに相なりました。で、なぜアメリカはそこまで原爆というものをやったのかということについては、まあ、もう申し上げた通りなんですけれども、問題は繰り返しになりますけども、若干そのアメリカの原爆投下の意図を日本の戦後の保守政治家は肯定的に位置づけ、そして最近においては原爆核保有論をものすることになりました。実は日本の政治家で原爆保有論を説いた 最初の人は岸信介さんです。安倍さんのおじいちゃんですね。1960年だったと思います、内閣委員会で。その後安倍晋三さんの王子になるんですかね、佐藤栄作さんも1972年沖縄返還の折に、確か自分は記者会見で日本も核武装をしてもいいんではないかと発言して内閣を去りたいと言った。しかしながら首席秘書官に、佐藤さんそれはやめた方がいいですよと、まあ、やる促されて、そうかと、じゃあここはやめとこうかということになったんですけれども、佐藤栄作も間違いなく核武装論者であった。最近ではその安倍晋三その人も確か内閣官房副長官時代に早稲田大学における田原総一郎さん、私の友人ですけれども、田原さんの司会する、田原塾というのをやっておりまして、その場で安倍さん日本にも核武装そろそろいいんじゃないですかとうまく挑発をされて、それに乗っちゃったんですね。はい、日本も小型核ならば持っていいんじゃないかと思います。これは大変有名な話になりました。私の本にも何回も何回も書いておりますけれども、つまり岸さんも佐藤さんも安倍さんも、もう一族と言ってしまえば一族なんですけども、核武装論者なんですね。なぜ彼らが核を欲しがるのか、もちろん先ほども出た北に対する、中国に対する、どこそこに対するっていうんですけども、安倍さんや安倍一族の考えの中には、日本は主権国家であれば核武装を持って初めて本物の主権国家になれる、いずれは国連の5大常任理事国入りをしたい、そのためには核を持って核大国にならなければいけない、こういう判断ですね。それへの非常に強い思考がふつふつと胸の中に潜んでいて、それがポロッポロッと出てしまうということなんですね。そこにおいては日本がもちろん今では唯一のという言い方は正確ではありませんよね。ビキニ干渉等々、私の友人の前田哲夫さん、機民の軍刀という本を書かれましたけども、6ヶ月間あのミクロネシアの小さな島にこもって取材をされて、機民の軍刀という本を書かれました。核汚染されて島を去らざるを得なくなってしまった、ちょうど福島原発によって機民化された人たちと全く同一の現象がもうすでに30年以上前に起こっていたわけですけれども、そうした核被害というものを日本の人たち以外も受けておりますので、日本は唯一の被爆国という言い方は若干問題があろうかと思うんですけれども、それにしてもこの核
被害を受けたこの国の人々の思いというものをまさに魚でするかのような核武装発言というものが現在にも続き、最近では、安倍さんの閣僚の何人かが、まあ、麻生さん、稲田さんですね、名前を言ってしまえば核武装肯定論をものされて物議を醸し出しているということはもうご存じの方は多かろうと思います。で、最近ですね、やっぱりこの核の問題を言うときにどうしても原発の問題と兼ね合わせなければなりません。あの山口ではご案内の方多かろうと思いますけれども、上の関というところで今原発の建設計画があり、多くの反原発脱原発の運動がありながら、最近になって山口県の村岡という人が今知事をやっておられます。大変若い知事さんですけれども、まあ、大きな声では言えませんけれども、パペット知事と私は呼んでおりますけれども、まあ、その知事さんが国策にのっとる形で、ゴーサインを事実上出しかねない、出そうとしているというところまで来てしまっています。そういう意味で言えば山口県民にとっても、あるいはこの隣の県である広島県にとっても、そしてまたこの隣国韓国、北朝鮮等々を含めたアジア地域の人たちにとっても極めて深刻な問題だろうというふうに思うんですけれども、核に対する肯定感情が施政者の方々から次々にものされている中で、日本の国民の多くが核に対する肯定感とまで言わずとも、ある意味では不可避論、不可抗力論というものでやはり来ているということが大変大きな問題に思います。で、時間があと5分ぐらいしかありませんけれども、この私の書かせていただいた論文の中で、最後の方でですね、原爆投下、これは42ページ以降でしょうかね、ちょっとあのいろいろこう書いてありますけれども、今ですね、特に43ページの4行目のところですね、先ほどもすでに申し上げたことともう一度の繰り返しに近いんですけれども、しかし今後においてはというところですね、少し戻るような話ですけども、しかし今後においてはいわゆる戦勝国の戦争責任をも問い直しながら、つまりアメリカのことを言っているわけですけども、特にですね、戦争廃絶への方向を探り出す段階に来ていることは言うまでもないであろう。その場合ドイツや日本とは次元が異なるたび、アメリカの原爆投下責任問題も訴状に挙げるべきであろう。人類が二度と核兵器を戦争に導入しないこと、同時に戦争廃絶の方向性を踏み固めていく上で回避できない問題としてある。つまりですね、今核問題で北朝鮮の問題、中国の問題が訴状に上がっていますけれども、実は世界の超核大国アメリカが、実は原爆投下という歴史的な汚点に対して、これを汚点として自称しない、自制しない、つまり自分で反省する能力を欠いているということ自体が、私は何万発の核兵器を貯蔵していることと同じぐらい怖いことだと思っています。もちろん中国も北朝鮮は実は実戦に使える核兵器はまだ持っていないと言ってほしいと思います。まあ、非常に実験段階で、その軍事の色が分かれば、あの飛び方を見ていると、まあそれほどでもないなと時点では思ってはいるんですけれども、まあその能力別のことは別にしてですね、たくさんの核をたとえ持ったとしても、その核を持つことによる被害想定というものをしっかり想像力を持った国であれば、まだこれもまあこれも問題ですけれども、許せるわけではないんですけれども、アメリカの場合には全くそのバリアっていうのがない、自制反省がない分だけ核を好きなように使ってしまう可能性がむしろあるということです。現にベトナム戦争の時にはウェストモーランド司令官が核使用を進言をします。それからそれよりも先なんですけども、朝鮮戦争ではあのダグラス・マッカーサーが中国と北朝鮮国境付近に原爆を投下して、中国軍の侵攻侵入を防ごうという、そういう進言をして、まあ、いわゆる解雇されるという事件があったことは言うまでもありません。実はそれだけではありませんで、朝鮮半島では今核による先制攻撃、核先制攻撃っていうのが5015計画っていうんですけども、それがアメリカ軍の中で、通常あの
図上演習という言い方はお分かりでしょうか、こういうスライドに映しながら、研究しているわけですけれども、この5015作戦の最大のポイントは核先制攻撃です。つまり核を使って北朝鮮を3日間で殲滅をするという作戦なんですね。でそのために今アメリカが朝鮮半島近辺で挑発活動をやっている、挑発活動です。つまり挑発をして、そして手を出したら何百倍何千倍もの核戦力で潰してしまうという作戦ですね。これがいわゆる5015作戦計画で、今北朝鮮は本当に鎧に鎧を重ねて、いる状況でございますけれども、そういう状況をアメリカが今取っているということにおいては大変大きな深刻な問題であります。もし朝鮮半島で核戦争が起きたら、最大に被害を受けるのは北朝鮮、それから韓国、中国の東北地域、そして日本という状況なわけですから、そしてアメリカは遠くに離れているわけですから、非常に、これは恐ろしい話ですけれども、アメリカにとっては安全地帯で核戦争を展開するという構想であるわけです。まさにそこが非常に大きな罪深いところであるというふうに思います。で、アメリカはですね、この46ページ以下でもルール書いておりますけれども、そのちょうど真ん中辺にですね、筆者はというところに、原爆投下によって戦後の世界秩序の骨格が軍事力に依存する平和秩序の形成という路線で確定され、それが過剰な軍事的安全保障論を再生産している現実を指摘しておきたい。つまりアメリカは平和のために核を使う、アメリカは平和のために軍事力を使う、平和のための核使用、武器使用ということが実は日本にも核武装論者安倍晋三さんの手によってモノされている。それが、集団的自衛権の問題、あるいは安保関連法等々、昨今日本の中で出てきた一連の有事法制というものによって、ますますもって核を使った米日米一体化、自衛のための核先制攻撃というですね、そういう文脈の中で実は捉えらざるを得ないということになっていると思います。でそういう時に私たち 3.11 福島における原発の事故というものをどのような形で歴史の文脈の中に落とし込んだらいいのかという問題です。やはり原発というものの東海村の例を言うまでもなく、日本に原発が導入された最大の理由はエネルギー確保ではなく、原発を動かす技術というものをグレードアップするプロセスの中で、核兵器というものを恒常的に生産するシステムと知識集約をするために東海村というものが始まったということはルール申し上げる必要がございません。現在でもプルトニウム運搬船あけぼのという船に、プルトニウムを乗っけてマレーシア等々から日本に持ち込んでいる、世界の原子力機関からなぜ日本はそれほどまでプルトニウムを備蓄するのかという、まあ、いわゆるクレームもいただくというような状況でございます。今日本は ICBM 保有国というような形で、ストックホルムの平和研究所から言われている、47メートルものデリバリーを持っているわけです。ロケットを持っているわけですね。そして優れた PGM プルトニウム、それぞれが別々になっているだけで、それが3つがまさに瞬間的に合体することが技術的には可能であるわけですから、日本の核政策が変われば、日本の核武装化と核ミサイル、あるいは ICBM ですね、大陸間弾道弾保有ということは、政策さえ変われば、ある意味では何ヶ月かの猶予はいるとしても持てることができるわけです。そういう意味では日本はまさに潜在的核保有国という位置づけが世界からなされている。そういう実態が進む中で、もう一度やはりこの原発というものを見直していく必要があるんだろうというふうに思います。原発と核兵器というのは文字通り、表裏一体の関係になることは言うまでもありません。私たちは福島原発事故から学んだものは、核とともに生きるのか、そして核に滅ぶのか、どっちかなんだ、二者択一を迫られている。その答えを出さなければいけない。その答えを出さないでだらだら来てしまったときに、福島の大きな事故が起き、そしてその二者択一の問いに対して真摯に答えようとする人たちがまだまだ少ないということだろうというふうに思います。今、原発は巨大な利益構造を生み出します。ご案内の通り、
1機が1000億円、まあまあ、キャパによって違いますけれども、それによって原発交付金等々も地域に降りるという形で、まさに上関なんかでは、莫大なお金が地元の漁師の人たちにまさに札束構成が果敢に行われている、まあ、皆さんその辺のことはご存知だと思いますけれども、漁協を言ってみれば事実を解体していくために、一家庭あたり運千万というですねお金が支払われ、そしてそれ以外の人たちも中電によってしょっちゅうなんとか旅行に連れて行かれて籠絡をされている状況下にあるわけです。そういった事態、札束によって、原発が再稼働あるいは建設されようとしているこの日本にあって、もう一度私たちは核に滅ぶのか核とともに生きるのか、その答えを明確に出さなきゃいけないというふうに思います。そのことを一番最後の47ページの、10行あたりですねに書かせていただいております。福島で地震による電源喪失という偶然や予見不可能な事態の指摘が繰り返されたが、究極的には現在の人間の制御技術の不可能性が問題であり不可抗力の問題ではないことを確認すべきである、つまりコントロール、アンダーコントロールというデマゴーグは安倍さんの口から繰り返されましたけれども、まあ、その間違いであるということはもう多くの人たちが気づきながらも、やはり巨大な原発利権構造の中で籠絡されている現実がある。で、私たちはエネルギー問題は原発以外の多様な方法が選択として存在しているということに当然ながら気づいているわけです。その意味で、ある種の原発が生み出す巨大な利益構造というものに対して私たちはどう向き合っていくのかということだろうというふうに思います。そういう時にやはり原爆投下ということの歴史の教訓を読み解く中で、私たちは核はまさにこの皆さんがおっしゃっているように、生態系を破壊をする、そして人間の尊厳を抹殺していく、そういう存在物質であるということをやはり肝に銘じていく中で、核廃絶というものを打ち出さない限り私たちは、この地球を私たちの子供や孫、そして未来に託していくわけですから、大いなる責任を痛感するところであります。ということで、もう時間が特に過ぎておりますのでやめなければいけませんけれども、私は軍事的、政治的、経済的なレベルから、原発や核廃絶を問うてきた人間ですけれども、そこに、皆さん方このプロジェクトは宗教的な観点をも加えて、人間として生きるのか、人間らしく生きるのか、あるいは、そうではないのかという非常に深い、まさに哲学的な、あるいは倫理的な問いを私たちに向かって照射されているというふうに思います。このプロジェクトが大いなる発展を期することを期して、少し時間をオーバーいたしましたけれども、これで終わります。神様みんな。それでは木原昌司さん、はいはい、よろしいですか。はい、お願いいたします。マイク使用してください。はい。ないですね。はい。皆さんこんにちは。9分という時間をきっちり守りたいと思います。私は、自己紹介をいたしますけれども、1949年1月生まれです。私の家族は、父も母も、姉が2人いましたけれども、それも全部被爆者です。広島の被爆者です。姉は私のすぐ上の姉は昭和1940原爆が落ちた翌年1946年の2月に生まれた被爆者です。というのは当時体内に母親の体内被爆との中で被爆をしました。私は被爆から4年経って生まれて、おります。だから、そして私が生まれて4年後、私が4歳の時に、父親が急に亡くなりました。そして私の姉はだから原爆投下から8年後に亡くなりました。私の姉は、58歳の時に体内被爆をした姉ですけれども、それも急に、58歳で亡くなりました。父
父も亡くなり、父も亡くなり、今、血族というかでは一番上の姉が大阪に住んでおります。そんなようなことで私は被爆二世として、母親の生き様、そして父親の死に様というのはあまり記憶にありませんけれども、母親が、3人の子供を苦労して育てていったと、大きな背中から肩から背中にかけて大やけどしておりましたけれども、病気をしながら、私たち3人の子供たちを支えてくれました。私は原発をごめんだ広島市民の会ということでこの場所に来ておりますけれども、私が原発反対運動に関わるようになったのは今から39年前、1978年、アメリカの草の根平和団体とのツアーがありまして、ツアーというか交流ツアーがありまして、それに参加をしたことです。その時にアメリカの国内のいろんなところを回ったわけですけれども、その中の人の交流の中で、私たちは広島の日、広島デイ、8月6日広島の日、8月9日長崎の日に原子力発電所の前で抗議行動を行っているということを聞きまして、そしてそれが非常に大きな衝撃となりました。それでその年の10月26日、日本では10月26日というのは原子力の日と国は定めておりますけれども、私たちは反原子力の日、原発に反対をする日だということで、その日に原発はごめんだ広島市民の会というのを結成をいたしたわけです。そしたら78年にそれを結成した翌年の79年にはスリーマイル島で原発事故が発生し、86年にはチェルノブイリでということで、事故が発生しましたのはご存知だと思います。で、この間72年間、私が被爆者、被爆二世として運動を始めた頃には被爆者の数というのは37、8万人というぐらいの数がおるというふうに言われていましたけれども、現在は20万人を割ったというふうな形で、非常に、被爆者の数が少なくなっているし、逆に原爆慰霊碑の中に、過去帳として名前が書いてある被爆者の数はどん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 と増えていっているというふうな状況にあります。私は現在今68歳ですけれども、4月はとても修学旅行生の多い時で、今日巡り案内のボランティアで日巡り案内をやってるんですけども、中学校の修学旅行先月だけで4回ほどさせられました。そしてちょっと眼鏡をかけますけども、今月も昨日実は皆さんが嵐の像の前でセレモニーをやっておられたんだそうですけども、知らなかったんですが、昨日も日巡り案内をやっておりました。それで必ず行くのは韓国人の原爆慰霊碑です。韓国人の原爆慰霊碑、川の向こう側にあったのが平和公園の中に収めるべきだということで、韓国人原爆犠牲者というふうになっておるについてはいろいろ意見もあるわけですけれども、あれを朝鮮半島の人全体の慰霊碑にすべきだという意見があったのですけれども、それが実現できないままなってしまいました。私は時間があと5分ぐらいしかないんですけども、被爆2世として被爆者援護法の制定運動というのを関わった中で、私たちは被爆者援護法はまず過去の保障、原爆が投下した時に亡くなられた人たちの保障、そして現在を生きている人たちの保障、そしてもう一つは未来の保障。未来の保障とは二度と原爆被爆者の放射能障害で苦しむような人を作らないことだということで、3つの保障ということを掲げてまいりました。だから被爆者援護法の制定は、被爆者援護法はただ単に被爆者だけの運動、被爆者だけの要求運動ではないんだということをずっと胸にし、感じながら運動をしてきました。それがしかし
チェルノブイリもですけども福島もツリマイルもですけども日本のこの福島によって未来の保障が打ち砕かれる事態が発生したということに対してはやはり広島の被爆者援護法未来の保障ということを掲げてだから全国運動なんだと国民運動なんだということを掲げてきた立場としては本当に、心痛む覚えがあります。2011年3月11日に福島原発事故が起こって私はあまり広島に住んでいて原発に反対する運動をしておるということで世界中のメディアから取材を受けました。まさに10カ国ぐらいテレビだけでなく新聞ラジオまで含めて結構取材を受けまくりました。福島に行くと放射能被害を受けるということで広島でも来て広島で原発反対運動をやっている人ということで取材をしたのかも分かりませんけれども私がその時に福島の人たちに対してどういう思いを持ちますかというふうに聞かれた時にとっさですけれどもやはり被爆というのはただ単に健康被害を受けるということだけではなくもちろんそれも非常に大きな問題ですけれどもちょっと病気になった時もしかしたらこれはあのせいではない、あの影響ではないか、あのというのは原爆のよる放射能の影響ではないんだろうか、そういう心配とか危惧とか恐怖とかそういうものを持ち続けなければならないということが本当にあの放射能被害の恐ろしさではないかなというふうに思っているということで、そういう痛みの連帯ということを言いました。広島は現在72年前を進んでいる戦闘ランナーだと思います。その31年前を走っているのがチェルノブイリのランナーであり被災者のランナーでありそして6年前を歩んでいるのが福島のランナー走っている人たちその先頭に立っているものとしてそして先頭に立つべき場所に住んでおるものとして世界中の人たちからやっぱり広島は私たちの期待に応えてくれるなとそういうことを思ってもらえるような広島にしなければならないという思いでそれは母親の生き様早く亡くなった父親の死に様の中からそういう使命というものをすごく感じながら生きています。もう今あるやなんかもう68になって結構疲れてもうやらねばならない疲れるなというような中ですけどももうその世界中からなんだ広島がある日本にあるにもかかわらず福島原発事故をやって再稼働もどんどんやっていってプルトニウムもどんどん持ってということの批判を受けることのないように、頑張ってまいりたいというふうに思っています。先日韓国のコリ原発が事故を起こした時の放射能の拡散範囲というものを、地図で見ることができましたけれどもまさに、本当にコリ原発の問題は風向きによって東側方向に来れば山口から広島に向けてもろ放射能被害を受けるわけですよね。私たち広島の、原爆日本の原爆原発に反対するというだけではなくやはり、韓国の人たち本当に被害というだけではないんですけども連帯をしていく必要があるというふうに思っています。ちょっと話、皆さん私の顔を見てこれ全然ジョークを今から言うんですけど私韓国の人によく話をする機会があるんですけども私の顔を見て韓国のコメディアンのシムヤンネーというのがあれにものすごく似とると言われるんですけどやっぱり似てますでしょうか。シムヤンネーと言ってですね僕まだもちろん会ったこともない人ですけども似てますシムヤンネーそういう意味でもなんかすごく実は3日ぐらい前も韓国の人と話する機会があったんですけども、そういう人間的な顔もよく似ておるというようなこともあってそこでやはり連携の、絆も強めていきたいと思います。最後そんなつまらないことを言って私の話を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。次に、
저 비폭자 2세라고 그래요. 그리고 어머님하고 아버님이 일찍 돌아가시고 그리고 어머니가 얼마나 고생하셨는지 그리고 애들이 셋이 있었는데 얼마나 고생해가지고 키우셨는지 기억이 있으니까 그래서 아버지 어머니의 그 뒤를 따라가야 된다는 생각으로 세계적으로 히로시마에 있는데도 불구하고 그 원전 문제에 대해서도 가장 열심히 하고 있다고 그럽니다. 예. 그리고 뭐 아까 이야기했지만 뭐 한국의 폐유탈 맞다 그러니까 어느 사람마다 그렇게 하는데 그 한국 사람하고도 그 고리 원전에 그 사고가 있을 때는 바로 히로시마 야마구치에 온다고 그러니까 연대 운동을 해야 된다고 생각하고 있습니다. はい、ありがとうございます。それでは次は中国大学の名誉教授をされ、東洋思想史を教えられておる、その、ユーチュハさん、よろしくお願いいたします。Thank you. 안녕들하십니까아충북대명예교수Emeritus Professor, in the Department of Philosophy입니다. My commentary essay consists of four parts. The first is a preface, and the second is comments aboutofficial behavior of America, Japan, and Korea. And third, future tasks in relations between Korea and Japan. And the fourth, the last, is on the prospective ways of life movement or anti-nuclear movement. For the economy of time, I will speak in English very shortly, apart from my paper. 그리고그한국참석자들은 if you have the eligibility of the Korean language, please read my paper from page 96 to 98. As to genocide by atomic bombs in the year of 1945, definitely America is the first countryto blame. The U.S. should, I think, reflect herself and apologize to Japan. Japan is the first and the only country suffered and suffering from nuke bombs. However, Japan,was and is the defeated country of the World War II. And so Japan could not and has never asserted herself the qualification or right.of asking compensation of the suffering, for the suffering. And moreover, Japan has been considered to be responsible for the sufferings of the third countries whose citizens were bombed in the year.of 1945. Especially Korean people
was the very second much harmed. That is, next severely harmed people. In the context of the result of the Second World War, Japan is firstly a victim, but she is the attacked and at the same time the attacker. And the catastrophe took place as far temporarily 72 years ago, and situations, overall situations, world situations has long changed. The debts and the right to receive to the debts have become quite vague and ambiguous and even confused. Now, recently, Korea, the South, is in alliance with Japan and America. And we, the three countries, Korea, Japan, and America, I mean, should help and support one another as to the security of Pacific areas. We should overcome and settle debts and enmity, hate of past several decades. Temporarily, the three countries are in antagonistic position with China, Russia, and North Korea. But each nation has its lot of reflection and introspection. We should have in mind that catastrophes aroused by atomic power is essentially a crime of the state, the government. On the state standpoint of individual victims, however, all the governments or the states have the responsibility of having done harms was still doing harms. Therefore, the ultimate solution of this situation can only be found and practiced by citizens or NGOs, that is, not governments. We should not expect states or governments will do something for us. However, here I
just like to appeal and emphasize one point. We ought to agree this point. Look, the fundamental ground or the core point of national security does not lie in military power or warring both capacities, but does consist in solidarity and cooperation between and among nations, states, nations, and religions. And so, I would like to appeal repeatedly all citizens of the world should unite and I conclude with one sentence. I appeal, eagerly appeal to you, all of the participants in this room, let's resolve together the antagonism between or among states, nations, or religions. And sincerely, we conciliate and consolidate with one another. Thank you. 注意をして聞いておりませんでした。ごめんなさい。どなたか一言でこういうことだったっていう通訳はいかがでしょうか。 まあ、そうですね。最後のメッセージは、やっぱり国家ではなく、シティズンス、市民という、単位はやっぱりすごく大事であって、皆さんは一緒になって、こう、ステートに負けられないように、頑張らないといけない。で、その中にリリジョンも宗教も入ってるから、みんな一緒になって、ということでしたよね。ありがとうございました。それではですね、高橋みどりさんに対しては、インタビューで行うということになったようなんですね。今日参加できない。で、高橋みどりさんの代理の方が今ね、お名前は何とおっしゃるんですか。安藤君人と言います。安藤さんですね。はい、わかりました。じゃあ安藤さん、君人さんと公の門とか、はい、君人と、安藤さんも含めて質疑応答の中で、よろしくお願いしたいと思います。どうでしょう、フロアの皆様方からですね、率直な意見、質問を出していただきたいと思います。 私ちょっといいですか。はい、はい。安藤君人と言います。山口県の宇部から来ました。山口県宇部市です。で、高島みどりさんが上関町に住んでるんですけど、今日お話しする高島さんがいればお話しする予定だったことはですね、長島の自然という上関町の豊かな奇跡の海と言われている自然豊かなところがあるんですけど、まあ、そのお話を魚、貝、植物、いろんな
ことを含めてお話しされると思うんですので、彼女たちが中心になって、植物、生き物が生物が原告になった裁判を起こしています。生き物、生物が原告になって裁判を起こしています。そのことも詳しく報告されるはずだったと思うんですが、またインタビューということなので、詳しいことはそちらで聞いてください。で、私の方はですね、今上関町 の、 その原発計画がどうなっているかということをちょっと簡単に触れさせていただきます。先ほど高家先生お話になりましたように、県知事が、山口県知事がこういう水面の埋め立てを今許可しています。で、その許可の理由が、こういう水面の法律はこちらに1本あります、原発の法律はこちらにあります、今こういう水面だけを扱って許可したのです、だから原発については私は知りません、判断していませんというのが県の立場なんですね。こういう水面のパブリックシー、こういう水面ですね。で、そういう使い分けで逃げてるんですよね。ところが最近になって中国電力が、これはもうずっと前から原発は私たちは作りますというふうに言い続けてるんですが、今度の6月、もう今月ですけど、6本ほどボーリング調査をやるんだというふうに、まあ、言ってきています。で、土地の陸地の部分です、そこに6本の200メートルぐらいの穴を掘って地質調査をする。その地質調査の方法は昔の基準ではなくて、今原発を再稼働しているところの基準でやります。そして書類の不備を直して、これでもって本体、原発本体の工事のための書類を全部整備します、こういうふうに言ってるんです。つまり一言で言えば、原発を作ります。県知事は海の埋め立てはあれは原発本体と関係ありません、法律上許可せざるを得なかったから許可しただけなんですと言ってるんですが、中国電力ははっきりと原発本体の工事をやるためにボーリング調査を6月から1年かけてやって、で、その調査結果を書類にします。で、書類で調査結果で原発ができないというふうに出すはずはありません。で、そういう意味では今いつ、私たちの認識はいつ原発の工事が始まってもおかしくない段階、そして安倍内閣や経済産業省が言ってるんですけど、新規の原発は作りません、新しい原発作りません、いや作らない、今は想定も入ってませんということはしてるんですけど、それをひっくり返して再稼働を全部できないから、あるいはエネルギーが足りないから新規の原発も認めましょうという声とともに工事が始まるんじゃないかというふうに今危惧しています。そういう意味で上関岩島は今非常に逆行する危険な、いつ工事が始まってもおかしくないという状態にあります。今年3月25日に私たちは山口市で集まって大きな集会を持ちました。で、その集会で県民の声を示したんですが、それでもまだもちろん足りない。そういう意味で今回山口県をルートにしてですね、ずっと歩いていただいて世界に向かってアピールする、その中に山口県のコースが入ってる。で、その中で、韓国からもあるいは世界に向かって、脱原発を訴えてくれてるんだということはもう非常に大きな力になります。このことはもう本当に準備の不十分は申し訳ないんですけど、ありがたいことで山口を通って、福岡佐賀へ行くという過程の中でぜひ一緒に訴えたいと思います。もっともっと訴えたいと思います。で、途中12日に岩井島の方へ行って1日日帰りですけど行っていただいて、岩井島で、まあ、僕らはメッカ聖地だと、脱原発の聖地だと言っています。35年間にわたって原発を目の前に予定地を抱えながら止めてきた、そういうところですので、ぜひ一緒に交流してですね、その声を日本の、まあ、聖地、世界の聖地として原発を止める力にしていただきたいと思います。このことだけちょっと、はい、ありがとうございます。チェさん、一言だけ、簡単にですね、瀬戸内海のイーモネメディテレーニアンシーエーを
근데 그 예. 네. 그거에다가 원정적 세운다 그러니까 아 미친놈이에요, 그 사람들이 정말. 저희들이 몇 번도 방문하고 그 젊은 사람들이 한국에 같이 데리고 가고 그 큰 연설도 해 줬어요. 그런 경험이 있으니까 그런데 에 아마 그분도 이렇게 준비가 되어 있으니까 세계적으로 행진하면서 그 야마구치에서 이런 싸움이 있다는 걸 알려주시면 좋겠다는 말씀입니다. ありがとうございます。安藤さんの今ね、お話の中でね、生物が原稿になる。ね、そのことをですね、ちょっと後で、質問したいんで、後ですよ、それはね。それでその前に、通訳されますか？あのね、あ、そうですか。パク先生、そして、キム・ヨンボク先生、そして、コウケツ先生に、この、 前に出てきていただきたいということなんですね。いい先生から。そして、写真を、記念の写心撮りたい。その3人の方々は、お話をしたわけです。講演したわけです。ですから、一つのテーブルに3人座っていただきたい。ですね。はい。で、ここに、大丈夫です。コウケ先生、コウケ先生、ここにお願いいたします。あ、そちらで、そちらで。 あとちょっと私今話したこと以外にちょっとお話したいことがあるんですが、いいですか？まあこういう場所、지금 저 아까 말씀하셨는데요。그 보통 재판에서는 사람이 원고가 돼가지고 재판시작하잖아요。근데 그 섬에서는 동물이 원고가 돼가지고 재판시작한 했다고 그럽니다. 그 자세한 이야기는 나중에 설명하신다고 그래요. 生命とありますが、生命あるものは、人間だけじゃなくて、動物、植物含めて、脱原発にはやっぱり射程に入れなきゃいけないと思うんです。私の持論はですね、脱原発の運動は、暮らしの中から、 自分の職場の中から自分の仲良くしなきゃいけないのがミミズなんです。ミミズ。 ウォン、ミミズ、ダーウィンが30年、40年にわたって研究したというミミズなんです。で、そのミミズが、私は付き合ってだいぶなるんですけど、まあ誰も信じしないかもしれませんけど、言葉が通じるようになってるんです。ミミズが僕に囁くんです。もうすごく揺れるんです。で、何を言ってるかって言ったらですね、 ミミズが僕に言うのには、人間は、クソさえ出してりゃいいんだよ。人間は食べて、ね、人の動物、植物の命を取ってて、で、いろいろやってるけど、やらんでもいいのよ。クソさえ出してくれたら、そのクソをミミズが食べて、土に戻して、日本、世界の土を豊かにしてきてるんだ。ところが今、 お前らやってんのはひどいことだ。化学物質までは許そう。だけど放射能の入ったクソは放射能の入ったものはミミズも食えん。頼むからやめてくれ。これがね、2011年の春過ぎぐらいからもう私はもう本当にずっとそれがあってですね、本当にもうクソだけにしてくれ。 いうことをずっと言われてるんです。生命の循環っていうなかで、やっぱりミミズ、普通の動物、いろんな動物、先ほど生物多様性が出ましたけど、そういうことを含めた、脱原発の流れにですね、私はやっぱりすべきだというふうに思ってます。だからまあ、ヤギとか福島では牛が焦点になって大変なことになってますけど、
それをぜひ皆さんの中に今日の討議の中にぜひ、入れていただきたい。どんな生命、どんな生命も困ってるんです。本当に困ってるんです。これはもう大変なことです。で、山口県の宇部市の出身で野原千代さんという人がいます。僕の近くの出身なんですけど、彼女は統計学者で財政が研究主題だったんですけど、それを辞めて2011年の3月11日以降ですね、琉球大学に移りまして、福島の長大和しじみっていうんですが、宇部の長、琉球の沖縄の町長、それを調べまして、町長にどういう放射能の影響が出てるか、それを調査して、ネイチャーという雑誌に投稿して採用されました。で、なぜ町長か、大和しじみという町長かっていうと、それは世代交代が早いんです。1年で6世代ぐらい交代。どういうふうにそこに放射能の影響が出るか、遺伝子レベルで出るかということを研究されました。2015年に亡くなってて、病気も放射能の影響、現地調査なんかがやりすぎて、その影響で亡くなってるんですけど、やっぱりそういうことを含めて、先ほど木原さんがおっしゃいましたけど、やっぱり人間と共存できない、人間だけじゃなくて、その遺伝子を傷つける低線量でも内部被曝がやっぱりとんでもないことになる。そういう意味で、絶対に人間と相入れないものをやろうとしている。私たちは宇部市で命未来宇部という団体で、上関原発を止めるということと放射性線からみんなを守るということを2つに掲げているんですけど、基本は原発のない社会を作りたい。原発のない社会というのはそういう生命を大事にする、もっと言えば戦争をなくす、そういうことだと思っています。そういう活動として今後もやっていきたいし、今回バチカンまで歩くっていうこの壮大な計画に全面的に協力していきたいと思います。どうもありがとうございました。時間がほとんどないんですけれども、それでは李先生。山口のことは6月8日と11日12日に、もう少し、カメラと一緒に話す機会があります。あると思います。今日は、アメリカの責任、アメリカの義務が今今日の主題ということで考えます。小傑先生に質問があります。サンフランシスコ条約のことで、今韓国がどのように対応すれば、条約、サンフランシスコ条約を利用してどのようにすればいいでしょうか。李尚さんの質問の全体の趣旨がよく分からなかったんですけれども、1951年の佐条約、いわゆるサンフランシスコ条約によって日本を含めた戦後のアジア秩序が決定されていく中で、スポイルされたのがいわゆる南北朝鮮ということで、まさに世界の中で、国家として、あるいはそのあまたおられるその南北朝鮮の国民の存在性というものも完全に世界からある意味では法的された。そういう意味では佐条約というのはまさに世界に差別の秩序を持ち込んだ条約という意味では批判の訴状に挙げなければいけないということだと思います。したがって南北朝鮮の人々にとってみれば、やっぱり佐条約、サンフランシスコ条約の見直しと、それから戦後差別秩序を構造化してしまった佐条約に対する正面からする批判というものをやっぱり行ってこそ、初めて南北朝鮮の人民の主権性主体性というものが回復されるんだろうというふうに思いますね。
そういう視点って非常に大事だと思います。重要なところに今、李先生は着眼をされたという意味では、大変素晴らしいと思います。그 세프라 조약은 그 남북 관계에 관해서도 이제 그 아주 좋은 그런 어떤 그 인류에 대해서 그 좋은 그 조약이지만은 아직도 그 조약에 대해서는 미비한 것들은 많지만은 그것이 앞으로 계속 개선되고 그다음에 그 미국이 그것을 독자적으로 다 운영하는 부분들은 좀 앞으로 개선되어야 될 부분들이 많다 하고 약간 뺏기 못 들었습니다. 그래서 이렇게 설명을 하겠습니다. 샌프란시스코에 대한 조약에 대한 질문은 통역하겠습니다. 질문은 전후 일본을 미국의 체제에 제도학적인 체제에 경제적인 체제에 종속시키는 의미가 있다. 그래서 그것의 연장선상에서 현재 일본은 미국의 핵체제의 일부분에 해당한다 하는 의무를 한국에서 제기하고 있어요. 그래서 질문을 한 거예요. 예를 들면 지금 그 웨스팅하우스와 도시바의 관계도 이제 그런 관계에서 이제 보려고 하는 거예요. お願いします。 ちょっと僕は収集がよくつかめないでいるんですけども、 キム先生がサンフランシスコ条約を韓国がそれを活用しながらどうしたらいいかという質問を後継さんにされたんですね。で、それに対してまたキム先生の方からちょっと補足的な説明があったんですけども、僕ちょっと内容がつかめません。口へとろじょうへんじ。 샌프란시스코 조약에 의해서 일본은 미국에 대해서 이 책임을 묻지 못하는 입장이 있지만 한국은 옛날 그 조선인은 다르다. 입장이 다르다. 산프란시스코 조약을 이용해 한국이 何やったらいいですかという質問の趣旨は산프란시스코 조약によって 일본은 아메리카의 책임을 問わないということになってるんだけども 한국은 それに入ってないわけだから それを活用できるんじゃないかという趣旨で 質問しました。 미국이 원폭 투하에 대한 책임을 전쟁 책임을 지지 않고 있는 문제가 지금 현재 지구촌을 위기의 위기로 몰아넣는 중요한 원인이다 이렇게 보는 거죠. 그렇기 때문에 아메리카가 원폭 투하의 책임을 일체 토하나이という 일체 반성しないということが 大きな 문제になっている 현재의 문제의 핵심 부분なわけですから それをやっぱり 도울 필요があるんじゃないかという 미국의 책임을 물을 수 있는 위치에 있는 사람이 한정순 같은 분이다. だからそういう意味で アメリカの責任を問う一番責任ある立場にいるのはハンさんのように韓国から日本に連れてこられてそしてアメリカに原発でもって被害を受けたという立場からアメリカ政府の責任を追及する最も中心的な 役割を 하라せる 人物じゃないかというふうに私たちは考えています。 국제법적으로 미국이 책임 이 핵 폭탄에 대한 책임이 있다는 것을 분명히 하고 거기에 대한 배상을 대대적으로 하도록 하는 것이 앞으로 핵 확산 억제에 전략적으로 굉장히 중요한 부분 아니에요. 국제법상 人道上 아메리카의 원폭 투하というのは 問われる わけですから 문제가 있는 わけですから それの 責任を 問う そして 賠償金まで 払わせる というのは 今後の運動において 非常に大きな 의미があると思います。 그 가능성에 대해서
保健 선생님 어떻게 보시느냐? 그 지금 일단 요나 실시에 모시는 데すけども, その可能性に関して何かご意見があれば。 京都の出版社でですね、法律文化出版というのが法律文化社かな。そこでですね、今の趣旨に相当答えするような内容で、その終わらざる終戦かというあの本を書きました。そこでは先生が書きになったんですね。私と45人で書きました。終わらざる終戦。終わらざる終戦。 まだ戦争が終わってないっていうね。今おっしゃっているのは、チグマスマシンコの京都へいのポンビュルプナサラン中古さんがいるので、クナジアの存在いらの制御をここで出版へがじょうこ、提中、中古なし念をここで、そういったところだ。で、戦後の世界秩序は、その作条約から始まった、いわゆる、ヤルタ体制、 ヤルタ会談っていうのがあって、ヤルタによって今の国連の構成メンバーの国々、特にアメリカ、イギリス、フランス、ですね。それから、当時は旧ソ連ということですけども、そういう国々が戦後秩序を作ってしまった。そこで、ちょっと。その方へ、世界政治やらのこの、ヤルタフェーダメソ、こういう、ミグイナ、ヨングイナ、フランスが、チャバノック。 거기서 소련도 그렇고 전후의 세계를 체제를 만들었다는 겁니다. 근데 거기에다가 산프란시스코 조약을 중심으로 그걸 구체화했던 내용이에요. 그래서 이유가 포인트ですか, 리 선생. 이거 지금부터 포인트예요. 말씀 드리고 싶은데. 즉,このヤルタ体制なるものが 戦後の 支配 秩序を 作ってしまっただけではなく 잠깐만요. 야르타 회담이라는 거는 전후의 세계 질서, 세계 체제를 만들었다는 것뿐만 아니라 리 선생이 糾弾されようとしている, まさにその通りだと思いますけれども, 아메리카의 전쟁 과정에 作られた 아메리카의 犯罪 이うものも 帳消しに する 体制である. 그 체제라는 거는 이 교수가 말씀하신 대로 전쟁 중에 미국이 포함한 그 책임 법제 그런 거 없는 거를 하는 제재로 되어 있다는 거예요. 생고의 아메리카による 대국 시기하의 시하의 목적은 아메리카의 시원시기를 세계에 広め 리익을 膨らますだけではなくて, 거기서 繰り返しになるんですけども, 아메리카가 これまで 犯してきた 罪, それからこれから犯すであろう 罪を 言ってみれば 清算する, 帳消しにする, なくしてしまう, その体制なんです。 전후의 미국의 목적이라는 미국의 자본주의 시장을 확대하는 것뿐만 아니라 전쟁 중에 범한 법제를 정산하도록 없는 걸 하자는 목적으로 그 제재를 만들었다는 거예요. 야르타 제재가 그런 목적으로 있다는 거예요. 소노 아메리카 による 시하이 지조노 규단시테이크 토끼니 선생님과 고시테이크노요나 아메리카의 원박 투하 책임이라는 것을 徹底して 통해 これまでの, 그리고これからの 아메리카 による, 그에 맞설어 일본의 소태적인 전쟁 책임, 소위ものを 통 大きな 기회가なるという 선생의 고판단 전면적으로 지지합니다. 이 교수의 판단에 전면적으로 찬성합니다. 그것이 무슨 말이냐 하면은 미국의 원전의 나가사키 히로시마에 원폭을 나가사키 히로시마에 투하했잖아요. 그 책임을 따짐으로 미국의 전체적인 책임을 우리가 추구할 수 있다. 굉장히 중요한 관점이라고 말씀하신 거예요. 그のためにも 한국, 일본의 대미 従属 아니와 동맹 体制 これを根底から打破していくことを抜きにして、アメリカの犯罪を問うことはできません。なので、そういう意味で、日韓、人民の、あるいは北をも含めた連帯行動の中で、やはり、この問題をやっぱり問うていくべきだと思っています。今の最後の部分は、現代の、いろんな情勢がありますよね。それに対する戦いなくしては、問えないという意味ですか。そうすると、
原爆の投下責任を問うということと今のもちろん連結してるんですけども、それを問うというのは裁判とかで問うわけでね、問うという責任を問うということは、あのそういう世界情勢全般的な責任を問う戦いよりも非常にスペシフィックにある意味あの裁判によって責任を問うということから入らないと全体問えないので、問題意識とはその通りなんだけどね、今の問題を一緒に引っつけてやらないとダメだということになってくると戦い方が曖昧になってきませんか、責任の問い方が。戦いは多様性が担保されていいと思います、はいはいはい、だから裁判闘争もあれば我々が展開しているような反基地闘争、あるいは反自衛隊闘争、うん、反原発闘争というものは実はワンパッケージなんですね。そうですね、はい、うん、だからそのワンパッケージの課題を私たちが向き合うために一つの方として裁判もあるでしょう、うん、住民運動もあるでしょう、うん、それから意見訴訟等我々も実際やってますけれども、そういうあのいろんな個別的な課題に対してやっぱり個別的な多様性を持った戦いっていうのをやっぱり作り上げていくということが必要だと思いますよね。まずマシングの都市にいらなくの多様性を一切伝えたのがいいよ。그래서재판도좋고시민운동도좋고온전반대운동도좋고그런다양성이있는운동을시작하자는거지그선생님이말씀하신것이참좋은포인트인데합천프로세스란말을제가사용했습니다이합천프로세스는선생님이말씀하신것을시작하는인큐베이션시작하는스텝인데이번8월6일날합천에서는미국을상대로해서소송을제기합니다소송제기그래서지금현재소송문재판에걸기위한소송문을작성을해서미국재판소부터시작을해서제기할겁니다그걸준비하고있어요근데질문은이합천프로세스는반드시일본의피폭자를데리고가야됩니다함께가야됩니다그리고생물도함께가야됩니다그리고모든원자탄피폭자를한꺼번에동시에같이걸어가야됩니다그래서합천프로세스는단지시작인데그렇다면합천프로세스는어디든어디서든지생길수있다고생각하는데질문은그겁니다합천프로세스에어떻게일본우리그피폭자동지들을함께데리고갈수있는가하는것이질문입니다あの先生の言う通りだと思うんですけども韓国ではですね8月6日に합천でみんな集まってでアメリカ政府の原発の投下の責任を問う裁判を始めようということで今訴状の準備ができています。で今日今質問したいことはもちろん戦いはいろんな多様性があっていいんですけども韓国で始まるその戦いに日本の被爆者および世界の被爆者たちが一緒にこう参加するようなことに関してはどのように考えられますでしょうか。あの先生、うん、というのはなかなかねそこが今まで一緒にやることが難しくて日本の被爆者団体にしてもアメリカ政府と戦うということを してこなかったわけでね、世界で初めて言えばトランプを相手に裁判を始めるわけで、そこに、まあ、象徴的な意味で被爆者日本の被爆者も一緒になってアメリカでやるということは非常に重要なので、そこにぜひ参加するような形に我々は望むんですが、それに対するご意見は何かありますかという。まずですね、アメリカの憲法構造と日本の憲法構造が違うわけですよね。つまり憲法裁判所っていうのが韓国によって日本にはないという、そこのやはり憲法をどうその武器として使えるか使えないのかっていうことがやっぱりありますよね。日本の場合にはその憲法裁判所がないので護憲運動はたくましく全国的に展開されているんだけども、それがその全体として訴訟という形になかなか結びつかない だけれどもそれじゃいけないというので最近では安保関連違憲訴訟というものをやっているし、それから国民保護法違憲訴訟というのは福岡でも行われているしあるんだけども、今先生のおっしゃったように日本の被爆者が韓国の被爆者在住韓国被爆者の方々と一緒にやるという発想、私も、ね、今そういう話
具体的には初めて聞いたので、その8億にあるなんて情報も実は入ってきてないんですよ。あ、そうですか。はい、ほとんど、安藤さんそうだね。うん。我々のようにこう運動をやってる人間の中にも入ってきてないということはましてやっていう世界ですよね。だからやっぱりあの先生からもどんどん情報をいただいて、あの被爆者の方たちだけではなくてですね、その被爆者2世の運動も今山口も広島も含めて盛んになってますから、そういう人たちにもやっぱり情報をまず提供してどうかっていう問題提起的な段階だと思いますね、今残念ながら。そう、言いますように、マスマシンゴのたくさんにも来る会社なので、その先ちょっちゃく、パル6일날、그런걸하는거는몰랐다。그래서、일본사람들이관심이있으니까、그정보를많이달라고그런거예요。그러면할수있도록、같이좀노력하겠다는건데。그때는이제제가베트남을걷고있을테니까6월29일날나가사키에서또한가지아이디어적이벤트를생각하고있는데지금나가사키쪽에서계속연락이오고있어요이벤트를위령행사를어떻게할것이냐지금물어보고있어요아니2月まあ8月から日本にいないので2月に長崎でこれと同じようなことをやりたいんですけども今年の、ね、あ来年の2月ですね。あ、うん、あ来年じゃなくて今年で今6月でで22日いや20日あごめんなさい今月の22日に長崎の集会するんだけども、うん、その時に何か一緒にできることとかありますでしょうか。今私のアイデアと합천에서이야기된것은그스카이프로해가지고생동영상그정언을좀많이하도록하고동영상정언을하도록하고그때샌프란시스코조약이돼서또한번더이야기를할수있는기회를가지시면좋겠다아その時に、まあ、その集会でサンフランシスコ条約に対することとかですねいうような話をしていただくと非常にいいなと思います。自分たちはいろんな人を動員して連れて行って、まあ、あのその裁判のことを盛り上げたいと思っているんだけどもその背景として、ちょっとおっしゃったサンフランシスコがどうやらなっているとかですねそういう講演なんかもお願いできるんでしょうか。공식적인뭐모임은아니더라도그이야기할기회를갖는게있구나공식적인話じゃなくて話が出たばかりなんですけどもだんだん盛り上げていくという意味でね長崎ともそういう話ができればいいなと思うんですが。じゃあ個別的に接触しましょう。그시간이없으니까요サインを하자는거예요。ありがとうございました。もう一言。はい、どうぞ。あのもう時間がですねもう過ぎてしまってんですね。それで、あともう 2,3 分で、閉じたいと思います。じゃあキム・ヨンボク先生マジマギ、저는오늘모임이대단히그의미가있다고생각합니다그것은우리가그핵없는평화의세상을만들기위한목표를최종적인그오메가포인트로정하고그오메가포인트를향해서세계에있는모든민족들그리고종교들그리고운동들또여러가지방법들을융합하는이컨버전스의프로세스가시작이된다고우리가말하고있기때문에아주중요하다고생각합니다근데특별히국가라고하는체제는평화를만드는데실패했다고판단합니다그리고정책을만드는과학과사회과학까지도포함해서국가체제에종사하고정책을만들었지만은결국은평화를만들지못했습니다그래서이제는평화라고하는말이믿어지지가않아요실제로피폭자희생당하는사람들이이게평화다말해야그게평화입니다우리가그걸확인을오늘지금하고있는데이과정이이번히로시마에서하는이세미나에서다시한번확인이되고진전되기때문에아주중요한그모임이라고생각합니다감사합니다あの今日のこのセミナーは大変意義のあるものだと思います。で結論的におっしゃったのは
今まで平和を作る国際的な国連だとかで全部失敗しているので、あの特に被爆者自身が平和が何かということにも説得力がなくなっているので、世界的に被爆を受けた当人がこれが平和だというような内容を出すこと、それが一番重要だということで今回確認ができるんじゃないかと思いますので、そういう話が出たことを大変嬉しく思います。はい、ありがとうございました。まあ、こういう会はですね、いつも終わり頃になると問題の本質にこう触り始めるという、熱を帯びてくるということ でこの熱を持ったまま解散しなければなりません。今日あのいろんな世界から場所からあの集まっていただいて、そして皆さんも集まっていただいて、重要な課題について分かち合うことができた。でこのことは本当にあの素晴らしいことだと思います。そしてイ・ウォニョン先生のまたお友達のですね、今度巡礼ですよ、これを機会に私たちはいろいろな問いをね、この巡礼からいただいて、それを温めて私たちの活動に反映していきたいと思いますね。私が質問したかったのは、このサンフランシスコ条約問題出ましたけども、原爆投下を問うその運動が、あるいは仮に米国がその原爆投下の責任に向き合ったときに、現日本政府にとって困る問題というのは一体何なのかということを僕はあの高潔先生に聞きたかったんですね。でこれは我々の運動の非常に重要なあのヒントにの一つになるんじゃないかと思って、でも、もうこんな時間帯でですね、どうでしょう、司会者の特権としてですね、高潔先生に簡単に一言をこの問あの問いに対する答えはどういうことになるか。日米安保体制というのは私の言葉に寄せれば日米歴史認識同盟でありましてね、あのつまりアメリカが原爆によって日本をその軍国主義からレスキューした、救済した、その恩人としてのアメリカなので、アメリカに対して日本は従うべきだという、こういうロジックだったわけですね。そのロジックの元の元が原爆投下だったわけですから、原爆投下の責任を問うということはこのロジックを完全に叩き潰すことなんですね。それはアメリカにとってはとっても困ることだけども、今私たちがやるべきことはそういったロジックを一つ一つですね、砕いていく、壊していく。アメリカが困るけど、今アメリカの困ることをしないと世界に平和は訪れないということだと思いますね。지금하신내용이우리재방해가지고미국이그사죄한다하더라도그러면그때일본의입장이어떻게되는지그런질문이었어요그거에대해서일본과미국의연맹이라는것은결국역사연맹 역사인식을어떻게하느냐는인식무슨말이냐면은원폭때문에그미국이전쟁을일본의전쟁을끝나게 했다그런일본을구제했다는그신화를만들었으니까그신화를깨야된다는것이가장중요한인식이라고그렇게말씀하신거예요예맞습니다감사합니다감사합니다박수좀 자제주최자로서저기기타무라메구미상을소개합니다첫가이시마스지금이시설을빌리는데도와주셨고오늘또갑자기오늘후에시간아急に紹介を受けたので、あの北村と言います。広島に住んでいて前に一度だけお会いしたことがあるだけです。で急に今日のこの後の食事について先ほど相談されて、どうしようかなと思ったんですけど、この周りは基本的に食べるところがとても少ないんです。で隣の、文化交流会館かな、名前がちょっと今変わってるんですけど、そこだと食べ放題のお店はあるんだけど、大体約、アルコールなしで約2000円ぐらいかかります。でとても高い料金なので、もしそこに行くか、もしくはもうちょっとあの別な場所に移して、この続きのお話をするかを、決めてほしいんですけど、まずここのお部屋は、
10分使っても1時間使っても同じ金額になるので、できれば6時までにここを全部片付けて返したいんですけど、そちらの方を先にするっていうのはいかがでしょうか。 자, 이만 사진 전부 됐대 ください. 사진 戻ります. 사진. 하하하하하